どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。今日はですね、私が人生でこれまで見た映画の中で一番を決めようという回でございます。あ、この映画好きな人の書いた漫画なら読みたいなとか、まあそういうケースもあるんじゃないかなと思って、まあ自己紹介の一環として私がどんな映画に感動したかっていうのをちょっとお勧めするとともに、この映画は絶対見た方がいいぞっていうのを、まあ、お伝えしたいなと思っております。昔はやってたんですけど、その好きな、まあ、好きなっていうか見た映画をこうメモしてたんですよね。昔は大学生ぐらいかな、受験生の時とかに1ページ1映画で感想とか、この監督はとか、なんか監督の過去作から出演者で、なんか賞を取ったのかで、印象に残ったシーン、なんで印象に残ったかとか、なんかそういうのをいちいち、まあ、こんぐらいのノートにきっちり書いてたんです。それがまあ多分300作品ぐらいあったんですけど、それ多分もうなくしちゃってけど、なんかまあそういうのも昔やってたな、最近サボってんなと思って、フィルマークスってアプリ始めたんですよね。自分が見た映画をこう書いて、あの入力してコメント残せる、評価つけれるっていう、これ忘れてたんですけど、もうこれ初期の頃に僕あのこれの PR 漫画書いてるんですよね。ギャグ漫画でなんだっけな、なんとかかんとか黒沢っていう、あのおしゃ家ソムリエおしゃこの時のノリで、そのフィルマークス今こそ使ってみようと思って、まあ当時も使ってた形跡があったんですけど、アカウント作り直して、これね、まあ絶対全部じゃないんですけど、あの見たことあるやつをもうあいうえお順 ABC 順でやったんですよ。 ABC でザーって見て、見たってやってて、多分取りこぼしいっぱいあるんで、こんな少ないかなと思ったんですけど、一応1156本今のところあの入力されてます。まあ多分全部ではないんですけど、多分本当にめちゃくちゃ好きなやつはさすがに記憶してるんで、あの入ってると思うんで、ランキングは多分そんな変わんないと思うんですけど、思い出せる限りの1156作品の中から上位作品をご紹介できたらなと思います。やり方としては、なんか細かくそのなんか星3つ 3.54 とかつける気はなくて、2段階にしようと思って、おすすめですってもう迷いなく言えるものは 4.5、これはもう私の人生に関わるぐらい大好きだぞっていうやつだけ5をつけようと思います。で、それがちょっといくつずつになるかわかんないですけど、それでも結構な数になりそうな気はするんで、それでざっとやってみたいと思います。じゃあざっと見ていきます。一応全作品タイトルは読みますね。 Don't worry darling、 これはもう昨日の夜見たやつですね。まあネタバレはあのどの作品もあのそんなクリティカルなのは言わないんで、まあ Don't worry darling 面白かったんですけど、まあなんかその女性が抱えるその見えない息苦しさとか、なんかそういうのをまあホラー調に描いたみたいな感じ。クレヨンしんちゃん俺たちの恐竜日記、これはあのつい数日前にあの娘と見ました。面白かったです。泣きました。まあ、娘が泣いてるのを見て泣きました。北極百貨店のコンシェルジュさん、可愛い絵柄で油断してると、あ、そういう話だったんだ。ブラックベリー、これ面白かったですね。ちょっと最近見たっていうのもあるんですけど、これまあお仕事もの、まあ実はまあスマートフォンの走りみたいな携帯電話ですかね。それの開発、絶頂と失墜。ゴールデンカムイ、まあ漫画大好き。最強殺し屋伝説、栗岡。これあれですね、あの、まあ最近、ベイビーワルキューレの監督、メランコリア。これは良かったですね。メランコリアは良かったなぁ。メランコリアって、うつでしたっけ ?4.5 つけます。初めての 4.5。あ、できました。よし。はい。メランコリア、4.5。バットライズビニース、これもなんかまあサスペンスですね。もうサスペンスが好きでね。アーガイル、これはあれですね、キングスマンの監督の最新作。カーボーイ&エリアン、すみません、ちょっと今ね朝一なんでちょっと
噛みまくるんですけど、すみません、映画のタイトル噛みやすいです。これもね、まあ、あの意表をついた感じで、こんな見たことない映画まだ見れんだ、やったとかね。アンツ、グリーンゾーン、わー、渋かったですね、渋い。ちょうどね、この時期に流行ったって言い方正しいかわかんないけど、めちゃくちゃリアル追求したアクションの時代がちょっとありましたよね。このマッドデーモン周辺で。ちょっと後で出てくると思うんですけど、ボーンアイデンティティがとにかく好きで、ボーンアルティメイターも良かったですね。まあ、ボーンシリーズはとにかく好きっす。ボーンアルティメイターも 4.5。不都合な真実。風と共に去りぬ。ちょっとね、僕は学がないんで、昔の、ま、映画ももちろん見てはいるんですけど、やっぱり自分で見直そうとか好きだと思うのは、割と近年寄りになっちゃうんですけど、まあ、名作。地獄の黙示録。まあ、この辺は多分見てる人多いと思うんですけど、まあ、僕がおすすめしなくても、まあ、見るだろうなっていうか、リンダリンダリンダ。マザー良かったっすね。マザーね。変な気持ちになりましたね。母親っていうものの強さと怖さというか、マザー面白いって聞かれたら面白いって言うんですけど、結構厳選していきます。ちょっと数も多いんでパン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 いきます。アニマトリックス、白箱、劇場版。白箱はアニメ大好きですね。マクロスフロンティア、さよならの翼。これも、アニメのおすすめでは出ますけどね。映画としてはちょっと、他にいっぱいあるかなって。エアー、真心を君に。これはでも、あえて入れよう。あえて入れよう。ちょっとね、新劇場版しか見たことない人が多いかもしれない、この現代。これはちょっと改めてお勧めしておこうと。エヴァシリーズ完成していたのっていう、あのセリフがさ、死ぬほど好き。ペット2、子供と一緒にどうぞ。オンギュアマーク。やっぱまあ、そうだな。ジブリだとやっぱ他に好きなものあるな。フードラック、食運っていう。まあ、内容読めなすぎて見てみました。こんな絵があるんだっていう感じで。我らが友達、かつて正彦先生の、明け方の若者たち。まあまあ、知らない人はぜひ、小説版から読んでください。はい。映像系に手を出すな。よかったですね。これはもう、実写に恵まれた素晴らしい作品だなと。アウェイク。将棋と戦う AI。実話ベースにしたやつって、もうそれだけで見る価値ありますよね。ナイトウォッチャー。朝が来る。朝が来るは良かったぞ。里親の話とか、特別養子縁組っていうあるじゃないですか。里親がついて、何か事情があって、親元離れた子供を引き取るっていう。で、それで大事に育てていたけど、ある日、実の母親から電話があって。どういう文脈でお勧めするんだっていうのはありますよね。いい映画っていうだけだと、キリがないんで、人間の感情の描写が素晴らしかったんで、人数の街。これもね、面白かったですね。世にも奇妙な物語の、まあ、長編みたいな感じで。守られなかった者たちへ。重たいのが大丈夫な人はぜひ。フォーリング・フォー・クリスマス。これね、意外と良かったんですよ。これを見た時はね、新連載の準備中で、とにかく自分で見ない映画を見ようと思って、出てきた順に見たんです。絶対にクリックしないタイトルを片っ端から見ようっていう、強化月間をやったことがあって、その時に見たやつで意外と良かった。おばさまおじさまの恋愛模様みたいな、若い人には全く興味がなさそうなジャンルではあるんだけど、明るくてすごい良かったっす。年取るの悪くないなと思って、すごい素敵な気持ちになりました。で、007シリーズですね。ノータイムトゥーダイ。今日時計も007ですけど、007はオタクがいっぱいいるから、007って。だから、あんまり007好きですとか、気軽に言えない空気がちょっと怖いってはあるんですけど、まあ、好きです。普通に好きです。ジャンゴ、繋がれざるもの。プレステージ入れとこう。言う側って楽ですよね。自分の作品は、ちょっとでも嫌な言い方されると傷つくくせに。人の作品は、感想ってそんなもんですからね。感想を作者が見るのが悪いんですよ。感想を作者が、デリケートな作者が見るから、悪くなかったかなとか、俺は好きだけど、おすすめはしないかなみたいな、そういうさ、別に、今普通に自分が言っちゃうようなことを書かれて、いちいち傷ついてんだけど、感想ってそういうもんすからね。全然どうぞ、いくらでも感想を言ってください。感想がないのが一番辛い。トークトゥーハー、
これはね、大好きなんだが、一番好きなのがこのジャケットの写真っていう、LA コンフィデンシャル。97年より前じゃないこれ。リピーテッド。これはね、もう、アザーズ、大好きなんだけど、まあ、ホラーっちゃホラーですね。ホラースリラーです。まあ、すごく素晴らしい豪邸に引っ越した美女が、怪奇現象に悩まされるっていう、まあ、ストーリーなんだが、僕はすごい衝撃、これこそが衝撃の結末だなと思ったものではあるんですけど、ちょっと、これ以降、それ系が多くなりすぎて、なんか今見るとちょっと同じ感動を味わえないかもしれないですけど、僕はこれはもう一生忘れないなと思ったですね。アンチバイラル、これは良かったっすよ。これは良かったね。気持ち悪かったね。すっごい気持ち悪いです。もうね、あらすじ見ただけでちょっとダメな人いるかもしれないので、あらすじ気になった人は調べてください。体調崩したい時に見てください。明日会社休みたい時に見てください。ランローラランもこのビジュアルが好きです。フォーンブース、パラノーマルアクティビティ、地球が静止する日、ネバーエンディングストーリー、虐殺期間、これアニメですね。G.I. ジョー、夏への扉、キャシャーン、テラフォーマーズ、スーパーマン、リターンズ、トランセンデンス。トランセンデンス良かったっすね。これは今見てもいいかもしれない。まあ AI の話なんですけど、現代が追いつきつつあるんで、見方違うかも。猿の惑星、鈴宮春日の消失、エイリアン3、まあ1、2、3、ザ・プレデター、東京グール、ターミネーター4。ターミネーター4俺意外と嫌いじゃないんですよ。なんか世間の評価あんまりだったと思うんですけど、っていうのも、そのあんまりだったっていう初感で言ってんじゃなくて、これ3部作になる予定だったんです。確か。このマック・ジー監督で新3部作作るぞっていうので立ち上がった最初の1本目が4。まあさ、その3部作作るんだったら、なんで4ってナンバリングにしたんだろうって気はしなくはないんですけど、まあ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 、僕は好きだったっていうか、やっぱこの監督が好きだったっていうのもあるし、クリスチャン・ベールが好きだったっていうのもあるし、アジン、ブレードランナー、光のお父さん面白かったです。これもね、なんか見ない映画を見てみようシリーズの時に見たやつで、ファイナルファンタジーってオンラインゲームあるじゃないですか。あれの、あそこで出会った、オンライン上で出会った、仲良くなった、戦士が実はお父さんだったっていう話で、実のお父さんだったっていう話で、実話らしいんですよね。だからまあ割と令和版電車男みたいな、まあそういうネットの書き込みで生まれた系だったはずです。メインブラックの、インターナショナル、メインブラックはもう全部好きですね。クローバーフィールド、トランスフォーマー、東京リベンジャーズ、ジュラシックワールド、炎の王国、X-Men、ファーストジェネレーション、マチルダ、ミュージカル。マチルダ見てやっぱ思ったんだけど、マチルダってイギリスのもう、いわゆる学園堂の方のの話なんですけど、ハリーポッター見た時にうすうす思ってたんですけど、イギリスの学校って厳しすぎませんか？イギリスの先生怖えと思って、なんかまあ、下妻物語今上映中ってなってんだけど、これどっかリバイバル上映してんすね。もともと CM とか撮ってた監督。あれまあもう超大有名監督なんで、まあ皆さん知ってると思うんです。中島哲也さんのはもう名前外というか、この人の監督作は全部見てます。これも中島哲也さん。過去と魔法の絵本。嫌われ待つこの一生。まあ、これがある種その、バーンといった作品ですよね。リトルマーメイド、オペラ座の怪人、バスキア。この時代のそのアートシーンとかがよくわかるんで、そういう電気物としてすごい秀逸です。ファイアーウォール。呼び方がわからない。産めの夏。コピーキャット。この時代のね、映画はやっぱその、原体験というか、やっぱ、その当時見たっていうのも合わさって点数いっちゃってる。アンダルシア、女神の登場。アンダルシアシリーズ好きだったなぁ。やっぱ、織田裕二が大好きなんで、踊る大捜査線が大好きなんで、踊る大捜査線をもっと見たいと思ったら、アンダルシアってなんか始まって、ああ、面白いじゃんって言ってた当時の熱をこう、思い出しました。パイも上映中なんですね。見てない人は、せっかくだから上映館で見てもいいんじゃないかなと思う。スイミングプール、フランソワ・オゾン監督の、まあこれは美しい映画ですね。なんかもうやっぱ内容気に入らなくても、この映画がじゃないですよ。内容気に入らなくても、
美しい映像だったなってだけで結構許せませんか。なんかこの映像を見れたのは価値だなっていう、そう思える映画っていいですよね。かつ話が面白いともうガーンと、まあ、映像の美しさって結局予算と比例する部分が多分にあるんで、ちょっと美しくなきゃダメだとは思いませんけど、やっぱりそれでも映像が美しいとありがとうって思いますよね。ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーだっけな、あれハサミ男か、ハサミ男とドッペルゲンガーが何持ってるのか、ハサミ男とあります。名もなき世界のエンドロール、はい、隠された記憶、スリラー系が好きです。クライマー、ノー男、探偵はバーニー、寄生獣、ファイナルデッドコースター、レッドドラゴン、ノクターナルアニマルズ、ファイナルデスティネーション、岸辺露伴ルーブレイク、これ映画館に見ましたね。まあドラマでやってくれてもよかったなとは思ったんだが、やっぱ映画じゃないとこの予算降りないだろうっていうのがあるんで、これはシンプルにまあちゃんと映画館で見て貢献できてよかったなと思います。ルーブル行った直後に見たんですごい感動しました。ワイルドスピードシリーズ、殺人の追憶、ボーダーライン、空飛ぶタイヤ、空飛ぶタイヤもよかったね。グランドイリュージョン、見破られたトリック、ナイトクローラー、ファニーゲームなぁ、ファニーゲーム。ファニーゲームはね、おすすめに入れるぐらいの衝撃度合いだったんですけど、これに関しては本当に人を選ぶというか、胸クソ系の王様なんですよね。そういうの大好きな人は、まあ、そういうの大好きな人はもう当然見てると思うんで、まあ、プラトニックセックス、23年前、セックスと嘘とビデオテープ。これも名作ですよね。もう古い映画ですね。神は見返りを求める。これ面白かったっすね。近年の。まあ、ちょっとネタバレちゃうと嫌なんで、これに関しては、ムロツヨシさんの新たな一面を見たい人は、ぜひ。キューブシリーズ面白いですね。はい。着信あり、モグラの歌、モグラの歌ファイナル。検察側の罪人、ジュラシック、ロストワールド、セービングプレイ、プライベートライアン、ちなみにプライベートライアン、プライベートって五等兵って意味らしいです。五等兵、二等兵わかんない。ごめんなさい、軍オタじゃないんで、ちょっとわかんないですけど、要は、なんか、プライベートライアンって、日本のタイトルじゃないですか。プライベートの意味がわかんなくて調べたんですけど、なんかそういう階級の話でした。ニュアンスわかりますよね。でも歩兵を救えみたいな意味なんて、ニュアンスなんですよね。レディープレイヤー1、ピクセル。ピクセル可愛くて好きでした。グレイマン。なんか映画なんだけど、ネットフリックスオリジナル映画って、なんか頭の中でなんかちょっと、差別してるというか、ネットフリックスオリジナル映画も、やっぱ映画として出てくるんで、なんかちょっと分けてる自分がなんか、古い人間だなぁと思って。グレイマン面白かったです。キャラが良かった。本当。プラン75。これは重たい映画でしたね。これも社会派。その問題定義をするような映画で、まあ、75歳以上に安楽死を許すという法案が通った世界の話。7つの会議も良かったなぁ。池井戸潤さんの原作が素晴らしいからね。あと野村萬斎さんの演技がやばい。シャッターアイランド、これも面白かった。それでも恋するバルセロナ、キャストがもうキラッキラしてて、カール・ペハンソンでしたらもうそれで勝ちですよ。パッチギ良かったな。まあ超有名なんでみんな見てるかとは思うんですけど、交渉人増田聖輝、サイコパス、ポルターガイスト、永遠のゼロ、ゴーストバスターズ2、まあハサミ男、ハサミ男もこっちなんだけど、ハサミ男めちゃくちゃ面白いんですけど、ジャケットの絵がネタバレすぎるんだよな。なんか、このジャケットの絵にしちゃったんだと思って。いや、ちょっと、これだから、ジャケット見ずに映画見るの相当むずいじゃないですか。ルローニケンシン、マイコハーン、ソーファイナル、まあ、ソー6、ソー5、ソーシリーズ。俺はまだ本気出してないだけ。これも漫画原作ですよね。堤真一が、池おじすぎて、毛量の箱、クライマーズハイは入れます。大好き。クライマーズと言ってるんだけど、まあ山登りをたしなんでいたのかな、昔。まあ堤真一扮する記者の
実際にあったあの旅客機の墜落事故、もう歴史に残る大事故に関する取材をうんぬんかんぬんという話で、これのねすっごいのはあのクライマーズハイってあの映画の この映画の用語なのか本当にある言葉なのかちょっと定かじゃないんですけど、山を登ってる途中でどんなに疲れててもその登っていくうちにこう脳内物質が出てハイになって登りきれてしまう状態の、まあ、ある種危険な状態のことをクライマーズハイって言うらしいんですね。まあその言葉を事件を追う記者っていう物語に関してるっていう、しびれました。あのクライマーズハイは本当になんか これはもう本当に自分の作る作品でもそういうあのビリビリをって思いながら、これはもう本当におすすめ、クライマーズハイで、リミットっていうあのワンシチュエーションものですね。幸せの黄色いハンカチ、見てない人はぜひ見よう。予告版、これも漫画でしたっけね。ロボコン、チャッキーの種、チャッキーの種って最低のタイトルだよね。シリアルママ、サンキューフォースモーキー、とある宣伝マン、 PR マン、まああの、ね、僕の読者は分かりやすく言うと、まあ、広告マンですよね。あの広告マン的などんなものでも売ってやるっていう、そういうあのやっぱある種なんかそのヒール的な悪の、まあ、悪って言ったらちょっと言い過ぎなんだけど、その仁義なき広告マンというか、タバコってものをその世界でもう一度売るには、まあ、タバコね、もう最近電子タバコもあるし、あの紙タバコ吸う人減ってるしっていう中で、そのやっぱりその、まあ、喫煙者減ってるっていうのをどうにかしてくれっていう使命を負った主人公がどうやって喫煙者を増やすかっていう、なんかその割とそのお仕事もののなんかちょっと痛快さもあるし、これはもうあのおすすめですね。まあ難点があるとしたら、見ると絶対タバコ吸いたくなるっていう。あ、これもね大好き。ロックストックフォーストールンフォークス、これアンキル言える人存在するの？ガイリッチだったら他にもっと好きなのあるかみたいな感じ。ウルトラバイオレット、良き人のためのソナタ、まあスパイのね、悲しいスパイの話。アドレナリン、県庁の星、僕大好きな織田裕二シリーズ、織田裕二大好きシリーズ S、 はい、来ました。巡り合う時間たち、先に言っておくとトップ3には絶対入る、トップ3には絶対入ります。だから一回暫定的にあの 4.5 つけるけど、あ、もう5つけよう、 5つけます、これは5つけます。巡り合う時間たちはなんだろうな、年齢もバラバラ、性格もバラバラの女性が3人出てきまして、その3人のとある一日がこうじゅんぐり描かれるんですよ。何気ないシーンから始まって、お花を買ってくるわみたいなのが、そういう何気ないシーンから始まって、全然接点がなさそうなその3人のとある一日が最後にもうぐちゃ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 ボーンみたいな感じで絡み合ってボーンわーし、そのまあ女性に特に見てほしいのは、あの年齢層が違う、若奥様、奥様、まあ、妙齢の女性っていうこの3つのライフステージとかも、そういうのも感じて、なんか見ながら、こうなってこうなってこうなるのよね女性ってっていう、なんかその女性目線でもあの感想を聞きたいなと思う作品です。踊る大捜査線レインボーブリッジを封鎖せようのやつですね、2ですね。踊る大捜査線に関しては1をちょっと上げようと思ってるんで、10億分の1の男、まあこれもいい設定ですね。メッセンジャー、香港国際警察、もうジャッキーチェーン、ラッシャーワー2、1、海が聞こえる、思い出ポロポロ、キューブ2、デンデラって言った、デンデラ、最強おばあちゃん伝説、あのおばあちゃんが超強い映画っていうのなんか聞いたことあるかもしれない。あの見てください、あの本編見てない人はぜひ見てください。カンフーハッスル、アップルシード、ブラス良かったけど本当はおすすめに入れたいんだが、さすがに最後に見たのがもう20年前とかなんで、さすがにちょっと今
正確なジャッジができないけど、グラス見れる場所なかった。グラスはだからこれ見て吹奏楽部入ったんですよ。トロンボーンやってたんですよね。グラス見て、このグラスバンドの漫画描けんなと思って、グラスって漫画描いてましたね。思いっきしパクってそんな好きなら DVD 買えよって。韓国映画僕の彼女を紹介します。で出ました、マット・デーモン、ジェイソン・ボーン、キャットウーマン、シティハンター、最近の日本のシティハンターも良かったですね。ドラマっていうか実写映画、フランス版。詩人層の殺人かな、放題が分かんねえや。身代金だ、ランサムウェアのランサム。身代金、これは面白かったけど、これでもさすがに昔、まあでも一応入れるか。なんかちょっとむ昔のこれ本当に面白かったなって、大昔の90年代とかの映画って見直さないとちょっと不安じゃないです。思い出補正ってすごいから。ルローニケンシン、エデ・ベイビー・ワイキューレ、徐々に奇妙な冒険、マガレス、うん、ジャンパー、処刑に、あ、ちょっと話戻るけど、徐々に奇妙な冒険、めちゃくちゃ良かったですけどね。なんか、これも続編作れなかった系だとは思うんですけど、その、僕は良かったっすけどね。この、あの、本当にまさしく奇妙な世界をさ、実写にするって、無理ゲーじゃないですか。その無理ゲーをよくぞここまでって思いましたけどね、一ジョジョファンとしては。キラークイーン見たかったなーっていう。ドーン・オップ・ザ・デッド。300、パーマ・スプリングです。これはループもの、ね。イン・ザ・プール。今日の出来事。ジョゼとトラと魚たち。運命じゃない人。ドライブ。21g。ケーブルガイ。ハッシュ。あの花ね、あの日見た花の名前を僕たちはまるちゃん、これももう最高、心が叫びたがってるんだ。オールドボーイ面白かった。オールドボーイのさ T シャツを買おうと思ったぐらい好きです。プロメテウス、フローズンタイム、ミレニアム1、2、3、重力ピエロ、ドニーダーコとかさ、もうカルト的なあれで、もう久々に聞いたという人いるでしょう。あの頃はね、みんなドニーダーコ見たって言ってたよね。スカイフォール、ルーパー、パシフィックリム、ワールドウォーゼット、かぐや姫の物語。あ、かぐや姫の物語はちょっとさすがに入れます。さすがにこれはもう、まあジブリ、まあみんな見てると思うんだけど、ジブリ作品の中ではまだ見てない人がいるんじゃないかなっていう意味でも絶対見てって感じ。乾き、これも中島哲也さん。パージ、エクスマキナ、ピエロがお前を嘲笑う、アンダーウォーター、恋愛小説家も良かったな。恋愛小説家入れるか。すっごい偏屈な、もう本当に人嫌いの、もう作家って感じの、ジャック・ニコルソンを扮する小説家がいるんですけど、まあ、スランプに陥って、人と出会って、みたいな。まあ、恋愛系の偏屈さがね、もうお前みたいな感じで好きなんですよね。エンジェルウォーズ、これなんかもうちょっとこれに関してちょっとおすすめじゃないんですけど、ちょっと一応寄っておこうと思って、なんかね、すごい可愛い女の人たちが戦う痛快系だと思うジャケットとか顔面構えしてるんですけど、うつ系です。話としては面白かったんですけど、アントマン、ミスターノーバディ面白かった。これで言うとフォーディングダウンが好きなんだよな。ナイト&デイ、ツリーオブライフ、これ出た、胸クソ最強のレクイエム・フォードリーム。これは胸クソになりたい時に見てください。アイランド、博士の愛した数式、イーオン・フラックス。イーオン・フラックスは面白かったと思うんですけど、黒ずくめの黒いピタッとしたウェットスーツ着て、ぴょんぴょん飛び回って戦う女の人多すぎませんか、映画。どれがどれだか分かんなくなるっていう。で、また悔しいのが、それ系の映画面白いの多いんですよ。だから一応見ちゃうんですけど。ジョン・ウィック2。ジョン・ウィックシリーズは実は途中までです。ジョン・ウィックシリーズ絶対好きだなと思ってるんですけど、まだちょっと2までしか見えてない。戦場のピアニスト、ジュオン、エンジェル&ドラゴン、デーモンズ、天使と悪魔、あれですね、ダヴィンチコードのあれですね。エイトマイル、ジョーズ、キューブですね。みんな知ってると思うけど、やっぱりこういう
昔の映画ってさ、その僕みたいなおじさんがさ言い続けないと、そのさすがに世代交代というか、あのまだ見てない人が多分どんどん生まれてるんで、あのこれはだからあのね、これを面白いと言い続けるのはおじさんの義務かなと思って、キューブ好きなおじさんおばさんはあの言い続けてください、あの、誰も知らないこのぐらい水の底から、誰も知らないとかもう絶対見てっていう思う映画ではあるんですけど、その僕個人の感覚としては、その社会問題を取り上げてかつ重いテーマだとすると、そのなんだろうな、その面白いともちょっと違う、面白いは大前提なんだけど、面白いだけではなくなってしまうので、条件付きでちょっとお勧めするっていうことが多いっていうか、なんかそういうことに、そういうテーマに触れている面白い見やすいグッとくるなんかあのシーンに迫った映画ないですかって聞かれた時に出ると思うんですけど、その面白い映画ないですかでなかなか出にくいかなっていうので、ちょっと少林作家チャッピーは見てほしい、ね、チャッピー見てほしいんですけど、ニール・ブロンカンプ監督のチャッピー大好きなんだが、やっぱりそうなってくると第9地区なんだよね。第9地区がまあデビュー作なのかな、その脚光を浴びた最初の作品で、第9地区は4号あるチャッピーの後なんか撮った、そうなんだ。へえ、これあれですよ。フィルマークス、いいですよ。監督タップしたら、他の映画バーッと出て、これだ。グランツーリスモだ。最新作。グランツーリスモ、めちゃくちゃ良かったんですよ。なんか、グランツーリスモっていうテレビゲームの、あれなんだっけ、世界大会の話だから、マリオの映画版でマリオが主人公とかそういうのじゃなくて、グランツーリスモっていうゲームの大会の話なんですよ。で、その大会の優勝者たちに、お前ゲームできんだから本当に F1 乗れんじゃねっつって F1 に乗っけてみせたっていう本当にあった話の映画で、ストーリーとかその見せ方とかもすげえ面白いんだけど、やっぱり今言われて気づいたけど、これ第9地区の監督撮ってんね、なんかそういう観点でもう一回見ようかな。多分皆さんも漫画家とかであると思うんですけど、あれ描いてた先生ってあれ今何描いてんだろうみたいなさ、思うことありません？なんか勝手に心配になるっていうか10年前好きだった漫画描いてた先生今何やってんだろう、えみたいな、なんか思うことありません？なんか、で、ウィキペディアで調べるみたいな。僕もお恥ずかしながら、当時知らなかったんだけど、ガーディアン8っていう、ガンガンかなでやってた、漫画が大好きで、でも、割と早めに終わっちゃって、本当に好きだったんだけど、めちゃくちゃ面白いんで見てほしいんですけど、ガーディアン8の作者、今何やってんだろうと思って、なんかあれで漫画家辞めたりしたらすごい嫌だなと思って、あんなに面白かったのに、絵も可愛かったのに、なんかちょっと丸っこい絵ですげえ可愛かったのに、先生今何やってんだろうと思って、数年前にウィキペディアで検索したんですよ。ケロロ軍曹書いてました。大成功してました本当に良かったです。はい、あの子は貴族、これも良かった良かったな、好きだったな。2時間近く喋ってるんですけど、これだいぶカットしますね。氷の美少12、オタクに恋は難しい、ゼブラーマン、アヒルとカモとクイーンロッカー、チームバチスタの栄光。チームバチスタも面白かったっすね。白雪姫殺人事件、これもなんか現代って感じ。モグラの歌、モグラの歌意外と見てる。怪物の木こり、地獄の花園、孤狼の血、孤狼の血よかったな、孤狼の血よかったな。てか地面師見て役所広司の怖い感じ好きな人はぜひ見てほしいな。やっぱシリーズものってシリーズもので2から面白いって言われてるのってターミネーターぐらいじゃないですか。
あのターミネーターの1も面白いですけど、多分テレビで放送されたのが2ばっかだったっていう問題があるのかなっていう、冷静に言うと、あの、まあ、1が低予算すぎたとか、まあ、いろんな理由も相まって、その2からみたいな雰囲気になってる。てか 1とかをさ、リメイクすればいいもんね。勝手なファンの要望。1って、だってストーリー的に結構一番、なんつうの、あの、だからシュワちゃんが敵だった時だよね。1のリメイク見てえな、俺。誰か言ってください、あの映画ハリウッドにつてがある人、ワンのリメイク見てよ。ゾディアック、アイアンマン、アベンジャーズ、アベンジャーズインフィニティウォー、ゼロダークサーティー、ゼロダークサーティー渋かったね。このね、監督が好きなんです、キャスリン・ピグロー監督が。まあピグロー監督だったらあっちかなっていうのがあるんですけど、はい、はい、松本人志監督、シンボル、牛島くん2。牛島くんは面白いよね。もうドラマが面白いよね。漫画も面白いし、映画でっていうのであんま出てこない。暗殺教室、火花、朝だけ、ワンピースレッド。ワンピースレッド最高でしたね。髪の月、ディアボロス、悪魔の扉、アバター、タイム、長い言い訳、夢を売る二人。夢を売る二人も良かったな。長い言い訳も良かったな。やっぱ邦画好きっすね。長い言い訳良かったな。普通じゃない。これ放題が渋いっすよ。サンシャイン2050。スティーブ・ジョブズ。出ました。トレインスポッティング2。T2 ですね。T2 大好き。まあ1かな。1の方がいい。殺し屋1。悪夢探偵1、2。サイレンス。鉄王1、2。鉄王見てない人いる？エレクトリックドラゴン。8万ボルト。テレオフューチャー、これさ、このちょっと有意識者の人聞きたいんですけど、あのこの SF 頭文字 SF シリーズってあったじゃないですか。あれちょっと網羅的になってるサイトとかないですか？探せばあるか。ステレオフューチャーってその一つです。イストロオペラ、アイキ、ラブズドガン、偶然にも最悪な少年。このネーミング、邦画のタイトルのネーミングって超いいよね。なんか左引きのエレンもなんか買ってながら、その邦画のタイトルっぽくなんか、つけたかったとかもあって、まあ、15分の少女たちとかもそうなんですけど、偶然にも最悪な少年ってなんかもうタイトルだけで面白いじゃないですか、絶対。ふぬけどもは悲しみの愛を見せろと。タイトルだけでなんかさ、勝手に話し想像するのも楽しいですよね。64、パーティーセブン、SM と書いて、サメ肌男と桃尻女、これ名作っすよ。ゲーム、真夏の方程式、祈りの幕が下がる、沈黙のパレード、ノルウェーの森、進撃の巨人、彼女、恋の渦、奥田民生になりたいボーイと出会う全てを狂わせるガール、川の底からこんにちは。これ見てない人いる？満島ひかり好きな人は全員見てほしいんですけど、あの川の底からこんにちはっていうあの歌を歌うんですよ。スマグラ、バスケットボールダイアリーズ、これデビュー作だっけ？ディカプリオのデビュー作ではないか。本当に初期の作品ですね。ディカプリオのデビュー作ってあれか、あのでっかい母ちゃんと一緒に住んでる感じ。で本当に初期の映画。キャッチミーイフユーキャン、華麗なるギャツビー、変態村、嘘800、埋め切らぬバカも良かったですね。これ多分今あのアマプラとかネットフリで見れるんで、あのなんか邦画好きな人で見てない人はおすすめ。落下する夕方、落下する夕方はね、もう未だに好きな小説で、まあそれの映画版っていう、まあ、小説をぜひ読んでほしい。で気に入ったら映画見てほしい。冷静と情熱の間、間宮兄弟は入れます。間宮兄弟が好きすぎてね、周知の事実だと思うんですけど、ドラッグドラゴンの塚地さんの演技って本当にすごいんですよ。さっきの埋め切らぬバカもあの塚地さんが主演なんですけど、あのもう芸人の域を超えてるというか、まあ、あの芸人さん、まあ、あの表に出る仕事だし、芸人さんで演技上手い人山ほどいると思うんですけど、あの中でも塚地さんの演技が大好きで、間宮兄弟はもう喋りすぎて今喉が痛くなり始めたんで、あと何個だ、
1156本多いっすね。黒い家怖かったな。でもこれも補正入ってるのかな。でもちょっとこれも一応入れます。ポッポや式日帰ってきたウルトラマン、エヴァンゲリオン、茶の味、ナイスの森、恋の門、エヴァンゲリオン、老人 Z、メモリーズ。ちょっとエヴァンゲリオンに関しても、まあ、全部好きなんですけど、まあ、アニメっすね。アニメ、まあ、いや、新劇場も全部好きなんですけど、なんかちょっと今回趣旨と違うかなっていう。映画、ちょっと実写メインかなっていう。老人 Z、メモリーズ。メモリーズさ、最近なんか T シャツになってるよね。T シャツになってるね。なんか、こういうさ、この、ギークスルールっていうアパレルブランドが割と近年誕生したんですけど、パーフェクトブルーなんですけど、こういうさ、T シャツをたくさん作ってくれて、カリオストロの城とか、あとエヴァンゲリオンの T シャツも買いました。そういう僕ぐらいの年のオタクがグッとくる。あ、で、パーフェクトブルー。パーフェクトブルーはね、これ入れます。パーフェクトブルーは普通に、なんか、ともすると、本当によくできた脚本がゆえに、実写でやればよかったじゃんって思う人も いるような、なんかそういう超本格ミステリーなんですけど、スリラーなんですけど、でも、見終えた後に気づくんですよ。これアニメじゃなきゃ無理だったねって。映画ってカテゴリーでもうかなり上位に入ってます、僕の中で。千年女優、東京ゴッドファーザーズ、パプリカ、ドラえもんのび太と恐竜2006、のび太の新恐竜、スタンドバイミー、ドラえもん2、ドラえもん、ドラビアンナイト、ドラえもん、シャーロック・ホームズ、ジョー・ブラックによろしく、ザ・メキシカン、ミスター&ミセス・スミス。ミスター&ミセス・スミスはさ、ドラマ版最近あったのよ、ネットフリで。ネットフリ？アマプラ？どっちか忘れたけど、めちゃくちゃ良かったです。なんか、スルーしてる人多いと思うんですけど、超面白いんで見てください。みんなが見てくんないとシーズン2作られないんで、マジで見てください。悪の法則。ザ・フォール、落下の王国。これ、好きだな。落下の王国入れます。落下の王国は、ザ・セルっていう、カルト的映画あったと思うんですけど、これね、ザ・セル。ザ・セルもいいんですけど、まあ、こっちのザ・セルが先で、その後に落下の王国っていうのを出したんだけど、余談の余談なんですけど、落下の王国っていう作品の衣装デザインをした人が、僕が大好きな石岡栄子さんっていう人なんですけど、もともとは広告業界で、活躍されてた方で、東急百貨店のロゴとか作った人なんですけど、まあ、女性アートディレクターの先駆け的存在で、まあまあ、だからこそ、その当時ちょっと嫉妬とかで結構日本の広告業界嫌になっちゃったらしくて、で、私はニューヨークで、衣装デザイナーになるって言って、まあ、ニューヨークに旅立ち、そこで、大成功されて、もう、名だたる映画作品とか、いろんな舞台とかの衣装を手掛けられたという、本当に伝説的な方が、もう晩年に手掛けた作品ですね。もう亡くなられてしまったんですけど、そういうのも、楽しめる、衣装も楽しめる最高の映画。まあ、ちょっとその、なんか楽しい映画ではないんですけど、ちょっと心の奥底に潜り込むような、なんかそういう、まあ、ザ・セル見た人はわかると思うんですけど、結構その、ディープな気持ちになる作品なんですけど、それでも、美しさが勝つ。これもしかして、全然終わんない？ブラザー、ちょっと全部言うのやめようかな。一応言うか。ブラザー、タケシーズ、アウトレイジ、浅草キッド、ザ・トウイチ、大日本人、ダルマさんが殺した、違う、カムサメの言うとおり、脳内ポイズンベリー、ラストレター、霧島部活やめるってよ、ドラゴンボール、ドラゴンボール、ドラゴンボール、デスノート、デスノート、アリエッティ、ルローニケンシン、ルローニケンシン、探検隊の栄光、僕だけがいない街、僕だけがいない街は漫画を見てください。面白いです。奥男、人間失格、カイジ、太陽は動かない、鳩の撃退法、カイジ、びっくりボース、バーバー、真珠の耳飾りの少女、理想の女、私が熊に切れた理由、ロストイントランスレーション、好きだけど、ソフィア・コッポラが好きなんだよな。ソフィ
ソフィア・コッポラの映画の映像が本当に好き。ロスト・イン・トランスレーションのさ、アロハがさ、この前発売されて、あのワンシーンを描いたアロハがあって、すっごい買おうか迷ってるんですよ。サムウェア、マリー・アントワネット、マリー・アントワネットは良かったね。なんか、うん、ソフィア・コッポラ、まあみんな知ってると思うけど、もし見たことない人がいて、なんかあの美しい映像ってどんなもんじゃいって思って知りたい人は、まずマリー・アントワネットも見るといいかもしれないですね。バトル・ワイヤル2、バトル・ワイヤル、星の声、あ、小説家を見つけたのか。コンテイジョン、これはね、ちょっと有名になりすぎちゃったんだけど、あのちょっと前までめちゃくちゃおすすめしてた映画です。なんで、まあ知ってる人多いと思うんですけど、あのコロナより前にコロナ禍を描いた映画なんですよ。まあ要はその本当にこの映画みたいになっちゃったねっていうのでバーッと広まったんですけど、あのすげえ、まあ今見ると、その当時はそのもしこんなことが起きたら超怖えっていう、そういう見方をしてたと思うんだけど、今でもその通ずる、素直に見れないかもしれないですけどね、この中でも本当に素晴らしい、あの完成度高すぎ、バカ高な映画なんで、まあ、ちょっと例えば10年後もう一回見るとか、そのなんだろうな、あの絶対残した方がいい映画だと思います。エア、あのスニーカーの話ですね。ロードオブドッグタウン、これは DVD 持ってるぐらい好きなんだよな。これはあのスケボーの話ですね。声枯れてきたな、なんかスケボーのスケートボードという文化が生まれた時の話。要はなんかまだなんかバカにされてたというか、あの何スケートボードってみたいな、なんか地面の上でサーフィンですかみたいな、なんかそんな時代の話ですね。なんか青春ものとしてすごい良かったな。これなんか録画じゃなくて生配信とかにすればよかったのかな。なんか編集すんの無理だわ。ロックユー、ウィンブルドン、うるせえやつら2、パトレーバー、ゴーストインザシェル、狂気の桜、ピンポン、ランドリー、ゴー、クローサー、V4 バンデッタ、フィフスエレメンス、グランブルー、ワサビ、ダニーザドッグ、ルーシー、SNS、96時間、9人の翻訳家、ザ3名様、28日後、12モンキーズ、127時間、17歳のカルテ、AI、リアル鬼ごっこ。ちょっとね、これ一個一個なんかちょっと一言ずつなんか思い出というかなんか言いたいところではあるんですけど、本当に多分5時間ぐらいの動画になっちゃって、本当に必要最低限にします。リベリオン、リーザルウェポン2、リプリーも良かったなぁ。あれだよね、太陽がいっぱいだよね。違ったっけ？リプリーって太陽がいっぱいの現代版じゃない？リング、リトルダンサー終わったね。リトルダンサーよ。リトルダンサー。あと何個あるんだよ。リリーのすべて。リメンバーミー。ラストサムライ。ランボー。ラッシュアワー。ラジオの時間。ランボー。ラム。ラムはね、もう本当に割と最近見ましたね。数ヶ月前に見て。もうなんか変な映画でしたね。変だなぁと思って見ました。あの、変な映画、こんな映画あるんだって見たい人は見てください。ラストナイトイン奏法。このさ、主演のさ、アニャ・テイラー・ジョイさんがさ、すごい好きなんです。このあの、ザ・メニューって映画にも出したし、あの、ザ・メニューはあれ、あのそれこそたつき先生がおすすめしてた、この子かわいいよね。かわいいっていうか、なんかこの唯一無二の顔してるよね。あの子だよね。クイーンズギャンビットの子だよね。違うかな。あったクイーンズギャンビットの子。ライオンキング、ライフ、ラブアクチュアリー、ライフイズビューティフル、愛のむき出しは、5です。久々に5。愛の向き出しはね、やばいよ。ストーリーを言っても多分あんまり本質じゃないんだよね。まあ、新興宗教にハマってる女の子を救いたいみたいな変態が、
変態男の子が盗撮ばっかしてる本当に救いのない変態がいて、でしかもその変態息子のお父さんが神父様なんです。だからそのある種そのそういう神を信じる家に生まれてしまって屈折してしまった変態男の子と、まるで女神のような満島ひかりっていう、なんかボーイミーツガール的な話なんだけど、それにはもう収まりきらない度級の展開が続くっていうか、クソ長いんですよ。 DVD2 枚ぐらいあった確か。もうもろ影響を受けたのはなんだっけな、あの運命まであと何秒とかなんかずっと出てるんですよ。なんか最初の頃なんか運命まであと3日とかなんかそういうカウントダウンがバン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 って入る演出があるんだけど、あれあの左利きのエレンの最終章であのやりましたね。なんかあこれ何のカウントダウンなのっていうのがすげえワクワクして、あこれいつかやろうとは思ってないけど、なんかあの思い出してあれをやろう、愛のむき出しスキームだっつって、最高よ。一回だから最初見た時あのツタヤで DVD 借りてみて超面白いっつって何回も何回も見直してたら延滞しちゃってやべえと思ったら、 DVD2 枚組だからあの2倍の延滞料かかったっていうのが未だに忘れないこんなに延滞料払うなら DVD 買えたのにとか思って、愛のむき出しは超いいよ。東京トライブ、地獄でなぜ悪い、地獄でなぜ悪いもいいよね。まあそのシオン監督ちょっと最近いろいろなスキャンダルとかがあったんで、ちょっとまあそれが本当か嘘かもわかんないし、なんか何もわかんないんですけど、その僕の基本姿勢としてはそのそういうことを言い出したらもうね、出演者がどうだとかそれを加味して評価すべき立場の人もいるだろうけど、僕は本当にただただ映画好きとして言ってるんで、なんか全部忘れて、だからその本当にそういうそのスキャンダルも忘れるし、この人が俳優ってことすら忘れて見てるし、なんかあのさっきの塚地さんがお笑い芸人っていうのも忘れて見てるし、なんか忘れて見ていいものだと僕は思ってるんで、映画に対してはそのいやいやその監督さとかはちょっと一旦なしにしてもらえると、地獄でなぜ悪いはまあ物を作る人の気合というかあのすごい好きな映画でした。これ何時間かかるんだ、何時間かかるんだこれ。みんなエスパーだよ、リアル鬼ごっこ、半落ち、チャイニーズディナー、チャイニーズディナー最高、チャイニーズディナー。フィルマークスで見た人が110人しかいないんですけど、どういうことですか。チャイニーズディナーは最高の映画なんで、まあ少なくとも少なく見積もっても 4.5 です。ワンシチュエーションものでもうあの堤監督もう間違いないよねって思うんだけど、ちょっとマイナーなんだよね。その多分インディーズではねえや、ごめんなさい、あの単館映画とかそっち系だったと思うんですけど、ワンシチュエーションもので本当に中華料理をコースで食べるっていうあのストーリー運びなんです。だからその料理がこう出されて食べてって、でキャストもほぼ2人で、あの柳葉さんとイザムさんっていうあの、まあ、堤監督の得意のキャストで、この会話劇ワンシチュエーションテーブルの上に中華料理っていう本当にミニマムな会話劇なんですけど、それが凄まじく面白いっていう、これはだからなんか創作する人は全員見た方がいいんじゃないかなと思います。継続ベックスペック、あイニシエーションラブも面白かったっすね。なんかあのあーそのいわゆるそのどんでん返し系で、あなるほどと思って、なんかなんだろう、うまかったです、うまい、やられた。溺れる魚も入れます。これでも出てるイザムさん、あのお会いしたんですよ、っていうか、あのイザムさんはあの何を隠そう左利きのエレンの舞台版の、監督というかあの劇団の長ですからね。イザムさんが左利きのエレンを気に入ってくれて舞台化させてくれって言ってきてくれたんですよ、っていう出会いだったの。イザムさんはあの何度もお会いして本当に素晴らしい方、もうクリエイティブあふれるね。これも2000年なんでチャイニーズディナーと同時期ですね。
2000年なんで、有名な作品ではあるんですけども、さすがに見てない人もいるだろうということで、猛プッシュさせてください。はい、でさっきも言った踊る大捜査線ですね。踊る大捜査線はもう私の人生を変えたと言っても過言ではありません。最初の一作目ですね。もう一つ挙げるとしたらもう間違いなく湾岸署史上最悪の3日間、これもう左利きのエレン読者なら分かると思うんですけど、目黒広告社最悪の10日間はもうここです。これから来てます。まあ踊る大捜査線みたいなものを作りたいってずっと思ってます。本当にバイブルですね。まあ踊る大捜査線知らない人はもうさすがにいないと思うんで説明しないですけど、やっぱり今見て面白いですよ。踊る大捜査線に関してはつい最近も見たんで、全然今見ても面白いです。よみがえりタクシーシリーズ、夕方とメール、揺れるも良かったですね。邦画好きにはぜひ。牛島くん、山かしはもうパルクールっていうものとの出会いですからね。山かし見てパルクールを知って、パルクールってすげえってなって、まあまあ今に至るって、ね、漫画にも出したっていう山かし。まあ山かしのパルクール使うからルーシーなんですけどね。同じ監督ので、牛島くんモスラ、モンスター、モテキ、モンスターズユニバーシティ、もののけ姫、女神の見えざる手、めまい、メイズランナー1-2、メゾンドヒミコ、メリーに首ったけ、メアリと魔女の花、メインブラック3、メイズランナー、メメントもいい、ムカデ人間1-2、ムーンホール、ムーランルージュ、フィリップ君を愛してる、ファウンダー良かったなぁ、ファウンダー。まあお仕事もの好きな人はぜひ見てください。ファウンダーも入れとくか。ファウンダーも入れとこう。フライトプラン。フライトプランはね、フライトプランはね、ちょっと曰く付きの、ファインディングドリー、ハルク、派遣アニメ、ハンニバル、ボスベイビー。ボスベイビーはね、舐めちゃあかんですよ。娘が見たいって一緒に見せたんですけど、マジでいい。これね、ちょっとボスベイビーの話していいですか？多分、2以降、シリーズ化してから、ちょっともう、ボスベイビーっていうキャラクターが存在してっていう、もう、ちょっと、リアリティラインが変わってるっていう感覚なんですけど、ボスベイビー1の時は、あくまで僕の捉え方ですよ。そういう公式設定ではないですけど、公式設定は知らないですけど、まあ、とある男の子の家に、赤ちゃんがやってきた。お母さんが病院から帰ってきたらなぜか赤ちゃんがいる。ああ俺お兄ちゃんになったんだ、やべえみたいな。赤ちゃんってもうわがままだし、そのみんな赤ちゃんの方に行っちゃうし、パパとママはあいつにつきっきりだ、あいつはうちのボスになった、ボスベイビーだってお兄ちゃん視点で見えてるっていう話だと僕は捉えてて、ワンに関してはその手で見るとめちゃくちゃなんか泣けるんすよ。お兄ちゃんってなあ、成長、お兄ちゃんにも成長があるし、ボスベイビーとの交流もあるし、だからお兄ちゃんにはあいつが、あの子がもう全然可愛くない、あんなのボスベイビーだに見えていたっていう映画なんですよ、ワンは。でもツーからボスベイビーは実在するんですよ。ある種その なんていうんだっけ、なんかイマジナリーフレンドみたいな、なんかそう見えていた俺の弟っていう話だったと思ってたら、2から普通に、いやアニメ版とかも普通にそういう本当にボスベイビーっていう、なんかそのドラえもんみたいなキャラクターなんですよ。赤ちゃん世界からやってきたボスベイビーっていう、なんかだからね、別にボスベイビー可愛いし見てて飽きないし、別にシリーズ化して大成功したし、どれも面白いんですけど、僕は1はちょっと重みが違うなと思って、1に関してはその兄弟がいるご家庭は本当におすすめだし、
あのね、うちの娘がね、映画見て初めて泣いた映画がボスベイビーなんですよ。そのお兄ちゃんに感情移入したのか、なんか自分に弟か妹できたら悲しいことになるんだみたいな、何なのか分かんないけど、なんかすごい男の、そのお兄ちゃんが泣いてるシーンでめっちゃなんかツーって泣いてて、まだ2歳とか3歳ですよ。言葉も全部分かってないだろうけど、なんかその映像を見て泣いてたんで、うん、なんか本当にあのいい映画なんですよ。ファインディングドリー、ハルク、派遣アニメ、派遣アニメ面白かったですね。ハンニバル、あ、これ言ったか。ボーイズオンザラン、ボーイズオンザランはよくぞ名作漫画を映画化してくれたなっていう感じ。僕たちと駐在さんの700日戦争、ベイビートーク、まあ、ベイビートークですよね。ボスベイビーで言っちゃえば。ベストキッド、ベンジャミンバトン、ブレードランナー、ブラッドダイヤモンド、ブラッドダイヤモンドも良かったな。ブリジット・ジョーンズの日記、ブラックウィドウ、ビバリーヒルズコップ、ビフォアサンセット、ビフォアサンライズも良かったよね。秒速5センチ、ウィジット、ビューティフルマインド、ビリギャル、美女と野獣、バベル、バットマンリターンズ、バタフライエフェクト3-2、バタフライエフェクトはやっぱワンかな。バッドエデュケーション、まあバンクシーダーズニューヨーク、まあこれは、あ、違う、あ、ごめんなさい、バンクシーダーズニューヨークか、外す。あの、いや、面白かったんだけど、あ、いや、まあ外すことはないな。外すことはないな。ごめんなさい、あっちでした。ギフトショップの方、ギフトショップの方見てたの。ギフトショップを5にしようじゃん。バッドボーイズ2、バックドラフト、バブルへ5、バイオハザードシリーズ、バニラスカイ、バレンタインデー、バージンスーサイズ、バージンスーサイズも良かったっすけど、バファロー66、バードマン、バクマン、バーレスク、ドラゴンボール、ドクイ、ドラゴンボール、ドラゴンボール、ドラえもん、ドクタードリトル、ドラゴンタトゥーの女、ドントルックアップ、これ映画扱いなんだ。これもだからネットフリックス差別ですよね。これ映画だったんだと思って。でも映画ですよね。これを映画のカテゴリーに入れるのであれば、私は、入れざるを得ないね。4.5。めちゃくちゃ最高に素晴らしかったです。まあ、近年のものなんで、見た人多いと思うんで、まあ、ネットフリで見てください。ドラえもん、ドクタードリトル、ドントブリーズ、ドクターストレンジ、デスペラード、デアデビル、デンジャラスビューティー2、ワン、ディナーラッシュ。ディナーラッシュ面白かったですね。バンビーノの実写版みたいな気持ちで見れる。ディアドクター、デトロイトメタルシティ、デスティニー、鎌倉物語、ディープブルー、ディープインパクト、ザ・デイ・アフター・トゥモロー、ダイヤル M を回せ、ダイ・ハード4321、ダイハードに関しては3話入れよう。3話入れます。ダイハードは全般的に好きなんだけど、1本乗せるとしたら3でしょう。やっぱ悪役含めて3が好きだなぁ。すげえかっこいい悪役が出てくる。3がどれだっけって人は、あれです。電話で指示されるやつです。はい、来ました。ガタカ。ちょっと言って。ガタカはもう、これに関しては5。ガタカは5。これ、まあ、ストーリーを言うと、近未来 SF。まあ、SF なんですけど、まあ、遺伝子操作、遺伝子デザインベイビーが当たり前になった世の中っていう想定の話で、で、その中で、親の意思で、あえて遺伝子操作はせずに、自然のまま生まれた子供がいるんです。それが主人公なんですけど、つまり、まあ、私たちのように、普通に生まれた子。で、その世界では珍しい存在。もうみんな完璧に生まれた時からあなたは女優になるとか、あなたは宇宙飛行士になるとか、あなたは漫画家になるとか決まってるのよ。適正で。生まれた時からそうデザインされて生まれてきてる。で、その中で全然適正ないのに、超難関と言われている宇宙飛行士にどうしてもなりたいっていう主人公。どうしてもなりたいから、死ぬほど努力するんだけど、DNA テストみたいな、なんかそのさ、尿検査みたいなのでもう弾かれちゃうのね。超かわいそう。その中で、どうやって
その夢を諦めずに戦うかっていう、でもなんかそういうなんかスポコンものじゃなくて、どっちかっていうとちょっとスリリングな、あのハラハラドキドキするような側面もあり、本当に見てて飽きないし、まず設定が引き込まれるし、もう完璧な映画だなと思ってます。ザ・リング、ザ・コア、ザ・ビーチ、ザ・セル、ザ・セルはザ・ロック、ザ・マミー、ザ・ファブル、ザ・サークル、ザ・マジカはザ・ファブル、ゴジラ VS モスラ、ゴッドファーザー、ゴッドファーザー、ゴッドファーザー、ゴジラ、あ、これがゴールデンスランバー、ゴールデンスランバー面白かったですね。まあ、逃亡者ものってよくあると思うんですけど、逃亡者もので、あの、邦画ですげえ面白いなと思いました。ゴースト・イン・ザ・シェル、ゴースト、ニューヨークの幻、ゴジラマイナス 1.0、ゴッドファーザー、スペック、劇場、ゲルマニウムの夜、これも暗くて面白かったですね。暗い映画。ゲド戦記、グロリア、グッドモーニングベッドナム、グッバイレニー、グリース。グリースはね、これね、超昔、78年だし、最初に見たのも子供の頃だし、なんか思い出補正バリバリかなと思って、この前、見ました。見直しました。そんなに面白かったっけと思って。あの、ミュージカルなんですけど、めちゃくちゃ面白かったんで、4.5。やっぱり、当時の感覚は間違ってなかった。今見るとね、おしゃれさえある。ちょっとその当時のファッションとかが、おしゃれなので、そういう側面でも、今の感覚でも楽しめようかなと思うんで、グリースおすすめですね。いやー、こうして見ると本当面白い映画無限にありますね。これもなんか老後安心だわ。なんか、一生映画見てられるわ。グレムリン1、2、グリンチ、グリーンランタン、グリルのこと、グラスホッパー、グーニス、グランドイリュージョン、明日に向かって撃て、勝手にしやがれ、勝手に震えてろ。こう並びいいね。銀玉、ギャングスターナンバーワン、ギャングスターナンバーワンめちゃくちゃ好き。ギャングスターになってやるっていう、ジョジョ第5部バリのストーリーなんですけど、まあ、とにかくポール・ベタニーがかっこいいっていうのと、なんだろうな、ちょっとサイコじみてるんですよね。なんか本当にどんなに、だギャングって汚いっていうか、悪いやつらじゃないですか。その中でも群を抜いて、こいつ悪いなっていう主人公は、かっこいい。うん。で、ラストの悲壮感も最高。ギルバート・グレイプ。ギルバート・グレイプだね。やっぱり、ディカプリオのデビューは。本当に子役時代のあれだね。ギルバート・グレイプ。さっきの体大きいお母さんなんです。雑な回数。はい。ガール・ネクスト・ドア。これはね、もう、その名の通り、隣の家のお姉さんっていう意味なんだけど、で、面白かったんですよ。面白かったから、ちょっと軽く言うと、隣の部屋、家にすごいセクシーな可愛いお姉さんが引っ越してきた、ドキドキっていう思春期の男の子の話なんだけど、でなんかそのエッチな展開になるのかなと思ったら、結局そのティーンたちへ、アメリカのティーンたちへ性教育ビデオを作ろうみたいな話になってっていう物語なんですよ。だから非常になんか青春ものとしても面白いし、まあ、おすすめではあります。で、なんでこう、なんか、見たのか、エッチな感じしたから見たのかっていう、まあ、それは否定できないですけど、そのエッチなお姉さんが、僕が大好きな24っていうシリーズドラマの、キムなんですよ。娘、問題児、いつもトラブルを起こすキムが、主人公で、24ドハマりしてるときに、キムがちょっとなんか、エッチっぽい話が出てると思って見ました。すごいやっぱり可愛かったです。で、ガンツ、ガーディアン・ギャラクシーズ、ブラック・ダイヤモンド、ブラザーズ・グリム、ブレイド、ブラック・クレイン、ブレア・ウィッチ、ブリング・リンク、ブリジット・ジョーンズ・ミッキー、ブレードランナー2045、ボーンコレクター、ボーリングフォーコロンバイン、ボーンレガシー、
ボーンアイデンティティ、ボーンスプレマシー、ボーンアイデンティティを入れます。ボーンシリーズは全部好きなんですけど、あのまあそれのそのやっぱあのまあ一作目ということで、あのボーンシリーズもし見たことない人いたらもうマジでおすすめなんで見てください。あのなんか本当に超なんか適当なこと言うけど、あのボーンシリーズによってなんか結構アクションの描き方だいぶ一個ブームあったなって感じがしてます。撮り方とかで、その後にキングスマンみたいな、あのなんかあのこうなんかカメラがぐんぐんになるやつみたいな、なんかそういうあのなんかあの一個のじなんか一個のアクションの描き方の時代を作ったみたいな風に勝手になんか解釈して楽しんでます。ボヘミアン・ラプソディ、ミュウツーの逆襲、未来の未来、ミレニアム、イタリアンジョブ、あイタリアンジョブってあれだよね、ミニミニ大作戦だよね。タイトル日本語のタイトルクソダサい問題ミニミニ大作戦、これね意外と面白かったんですよ。あのカーチェイスものとして超秀逸傑作なんで、あのカーチェイス好きな人はミニミニ大作戦ぜひ見てください。ミラベルと魔法だらけの家、ミザリーよかったなぁ。ミザリーでもちょっと最近見直してないんで思い出補正ある可能性があるけど、ミザリーは面白かったなぁ。まあまあちょっとあの見直します。見直して面白かったらまた入れるかもしれないです。ミニオンズ系、ミスターインクルビル、ミリオンダラベビー、ミッションインポッシブル、ミッションインポッシブルはまああえては入れなくていいか。あの本当に大好きなんですけど、別にあえて入れなくてもみんな知ってるよね。まあこんなのっけ、マシニストはね、このマシニストは面白かった。だけどもう一回見ようと思う。マイレージマイライフ、マルタイの女、マットマックス、ジョン・マルコビッチの穴、マグノリア、マックス2、マルサの女。マグノリアとかはまあ、マグノリアも相当良かったですね。あのとにかく群像劇が好きなんですよね。マグノリアは大好きです。マーズアタック、マットマックス2、マンオブスティール、マチネの割に、マネーショート、アフロ駅、マイノリティリポート、マネーボール、マイフレンドフォーエバー、マトリックスリローレット、魔法にかけられて、マスク、万引き家族も良かったね。万引き家族は入れざるを得ないね。万引き家族は入れざるを得ない。4.5。千個って永遠って意味でしたっけ？ホムンクルス、ホノアカボーイ、ホームアロン3、ホームアロン2、ホリデイ、ヘビにピアス、ピアスプレイ、ヘリング&アングリーアンド、平成の名探偵ポンポコ。ポンポコ良かったなぁ。ポンポコもちょっと意外と実は見てない人いるんじゃないか説で、まあそんなことないか。でもさ、あの多分テレビで放送された版しか見たことない人はめちゃくちゃ多いと思うよ。あの平成たぬき合戦ポンポコクソ長いのよ、映画。だからあの前編通して見てない人いる可能性があるなと思って、あのぜひ前編をちゃんと見てください。やっぱあの長さ全部見るのとちょっと違うかも。ヘルタスキルタ、ヘルドックス面白かったっすね。いわゆるバイオレンスもので本当に最近です、2年前か。これもね、あの意外とスルーしてる人多いんじゃないかなと思って。ヘアスプレーも面白かったっすね。あのジョン・トラボルタがすごいんですよ。あの、まあ、コメディミュージカルなんですジョン・トラボルタ好きには。てかまあ、ミュージカルといえばね、ジョン・トラボルタなんでね。フェイスオフよかった。まあ、船を編む。フラッシュダンス。秘密。ヒメアノール。ヒメアノールはさ、俺漫画大好きなんですよ。ヒメアノールの話したいんだけど、はい、ヒメアノールは、あのそんなに感想多くないんで、あのサクッと読めると思うんで、あのぜひ読んでください。ハチミツとクローバーはね、私美大生の時にね、エキストラに参加しましたハンサムスーツ、ハンガーゲーム、はいこれですね、キャスリン・ビグロー監督のハートロッカー。これはね、あの地雷撤去の映画なんですけど、まあ、あの
戦火の中で地雷を撤去するっていうその特殊工作員の話なんですけど、これ実はあの僕の漫画の設定で柳はじめっていう超怖いクリエイターがいるんですけど、その人が好きな映画としてハートロッカーを挙げてます。で、読んでもらえるとあ、柳さんが好きそうな映画だなと思ってくださるんじゃないかなと思います。超おすすめです。あ、キダレヒュネレンのね、ジャンププラス版のそのおまけページとかにキャラクターの好きな映画とかが紹介されてるんですけど、それ見てもらえると大抵僕のおすすめ映画でもあるんで、なんかこのキャラが好きそうな映画っていう観点で映画見てもらえると面白いんじゃないかなと思います。マジで疲れてきた。この辺読んでないか。ハンサムスーズも塚地さんですよね。塚地さんのさ映画全部見てるかもしれない。ハングオーバー、ハングオーバー最高、ハングオーバー最高よ。ハングオーバーを1入れたいな。ハンガーゲーム、ハイスクールミュージック、ミュージカル、花束みたいな声をした、ハーレークイーンのあれ、ハリーポッター、ハリーポッター、ハリーポッター、ロリータ、2001年、フルメタルジャケット、アイズ・ワイト・シャット、ノートルダムの鐘、ノマドランド、ノッティング・ヒルの恋人、ネバーディンディング・ストーリー、猫の恩返し、ニュースの天才、ニューヨークの恋人、ニューイヤーズ・ラブ、アイブ、ニキータ、ニューシルマ・パラダイス、何者、ナイトメア・ビフォー・クリスマス、トロン、オリジナル、トンカツ DJ あげ太郎。トンカツ DJ あげ太郎を読んで、漫画の方を読んで、すごい衝撃を受けて、ジャンプっていうレーベルで、ジャンププラス連載だったんですけど、ジャンプってレーベルでこういう幅もあるんだと思って、なんかギャグでもあるんだけど、おしゃれでもあるし、あ、これもジャンプ漫画ありえるんだって思ったから僕今があると思ってて、その本当に直接ね作者の方にお会いした時にお礼言ったぐらいなんですけど、とんかつ DJ あげ太郎が漫画の可能性を広げてくれたと思ってて、本当に作品としても好きだし思い出があります。飛んで埼玉、トータルイコール、トゥームレイダース、トリック、トランスポーター2、トレーニングデイ、トリック、ラストステージ、トリック劇場版、トランスフォーマー、トランスフォーマーなんでトランスポーターとトランスフォーマーがさ交互に出てくるの。トワイライト初恋、トランスフォーマー、ラプンツェル、トップガン、トゥルーマンショー、トゥルーマンショーはもうさ名作ですよ、トップバンマーベリック、トゥーストーリー3、定位置の国、ティファニーで朝食を、テッド2、テルマエロマエ、テッド、チキチキバンバン、チキチキバンバン大好きだったな。ちょっとさすがに思い出補正強すぎるかって感じの68年作品なんですけど、クラスでねたまたまね仲いいくなった女の子がチキチキバンバンっていう、そのまあマイナーではないんだけど、その子供があんまり見なさそうな映画じゃないですか。チキチキバンバン見たっていうので意気投合した覚え出があります。チャイルドプレイ、チェアフル、チェアフル、チャイルドプレイ、チャーリーズエンジェル、チャーリーズエンジェル、チェアフル、チェアフルさ本当にもう大成功実写化だよね。チェアフルとルローニケンシンは本当に邦画史に残る漫画家の大傑作実写化だと思います。ただでさえ国民的漫画をさらに可能性ぶち上げたっていう、すごい実写化だったなーって羨ましい本当に羨ましいです、ね、チョコレートドーナツ、チャーリーとチョコレート工場、ターミネーター3、ターミネーター、ジェネシス、ターミネータータクシードライバー、まあこのシリターミネーターとか、まあ、そういうなんかトランスフォーマーとかシリーズものはもう入れたとしても1個にします。タイタニック、ソードフィッシュ出ました、我らが長久監督のそうして私たちはプールに金魚というとてもユニークなタイトルの映画なんですけど、これねショートフィルムで、30分ないんですよ、27分、そうエンドロール含めて27分なんで、もう見てって感じなんだけど、どこで見れるんだ、どこで見れる、まあ、長久監督の友達と言っていいと思うんですけど、友達なんですけど、まあ、デビュー作だと思うんだけど、その一番最初にそのサンダース映画賞を取った
もうそれでもう世界に名を馳せた。そんで、あの、何を隠そう、私長久監督の映画に出てるんですよ。ちょっと後で出てくると思うんで、あの、紹介します。ソーシリーズ、ソラリン、ソロモンの偽証、ソロモンの偽証、ソルト、ソウ、あれだ、マーカーザ、マックザッカーバーグのソーシャルネットワーク、ヘトウツミ、スタートアップガールズ。スタートアップガールズ面白かったですよ。面白かったです。このね、役者のね、山崎ひろなかな。この山崎さんって方がね、僕好きで、あれ、神様の言う通りとか、にも出てたと思うんです、確か。すごい、ね、アクションもできるし、すごいいい女優さんです。スクリーム2、スポーン、スポーン、スクリーム3、チェック、スクリームシリーズ、スクリーム、スクリーム、スクリーム、スピード2、スペースカーボーイ、スクープ、水曜日が消えた、スチームボーイ、スーパーサイズミー、スワロー、スワローもね、美しかったっすね。まあ、ホラーっていうか、超怖い、気持ち悪い系だけど、なんかその、スワローと一番最初に触れた、ちょうど昨日見た、Don't Worry Darling。Don't Worry Darling とかスワローとか割となんかちょっと似たような文脈なのかなって勝手に思ってます。スリーピーホロー、ドラえもん、スタンドバイビン、スイングガールズ、ザ・スティング、スワローテイル、スパイダーバース、スナッチ。スナッチも良かったけど、ガイリッチだともっと好きなのあるかなみたいな感じ。スポットライト、スノーデン、スターウォーズ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 、スリービルボード、スパイダーバースのもう一個ね、スパイダーマン3、スラムドッグミリオネア、これは入ります。スラムドッグミリオネアは 4.5 です。これはやばいです。まあ皆さんも、日本人なら誰もが知っている、クイズミリオネアって、あれ海外発祥の番組なんですよね。それを日本でローカライズしてミノモンタさんがやってたっていうやつなんですけど、まあ、クイズミリオネアっていう、まあ、世界中で知られている、もう超、モンスター番組なんだけど、別にそれの、なんか裏話とかそういうのじゃなくて、主人公が、スラムドッグって呼ばれるというか、扱われてきた、スラムの犬として扱われてきた、もう超極貧の主人公が、数奇な人生を辿って、最後にクイズミリオネアに出るっていう、なんか、ちょっと話すと意味わかんない映画だと思うんですけど、ダニー・ボイルの最高傑作だと僕は思ってます。知ってるよって人多いと思うんですけど、スラムドッグミリオネアはもう、見てない人がいて、なんか、名前知っててもスルーしてる可能性高いタイトルだなと思ったんで、個人的に。なんか、改めてモープッシュしたいと思います。スクールロック、スパイダーマン、スターウォーズ、スパイダーマン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 。スパイダーマンは基本大好きなんですけど、なんかおすすめ映画としてあげるっていう感じじゃないかなっていう。スパイダーマン好きな人はみんなスパイダーマン見てると思う。スタンドバイミー、スーサイドスクワットの続編だな、これは。シャイニング、チェーン、チョコレート、シティオブゴッド、シティオブゴッドの来るよ。これも、これね、忘れもしない、僕、高校生の時に、浪人生の先輩に、おい、シティオブゴッド見たかって言われて、その人映画オタクだったんですけど、あ、見てないっす。今すぐ見ろって言われて、面白くなかったら、7万円やるって言われて、見ました。で、面白かった。面白くなかったら7万円やるっていう殺し文句、忘れられない。なんで7万円だったんだろう。その人の全財産だったのかな。キリ悪いよね。新シティ、新仮面ライダー、シカゴ、シング、シャーロック・ホームズ、シャドウゲーム、シン・ウルトラマン、シュガーラッシュ、エヴァンゲリオン、シビル・ウォー、シンデレラ、ザ・シャイニング、シェイク・オブ・ウォーター、シックス・センス、シザーハンズ、サイド・エフェクト、サタデーナイトフィーバー、サプライズ、サイレントヒル、サクラン。サクランもね、エキストラ出ました。エキストラに出るのにハマってた時期がありました。なんか映画の現場を満たすぎて、エキストラ募集っていうのは全部出てました。サイコ、サマータイムマシンブルース、魚の子めちゃくちゃ良かったっすよ。なんか、意外とめちゃくちゃいい
って超バズったんで知ってる人多いかと思うんですけど、あの改めて私からもザ・魚の方 4.5 で探すという映画、サウンドオブミュージック、最強の2人、サマーウォーズ、コヨーテアグリ、コンタクト、コレクター、スリラーですね、コーヒー&シガレッツ、コーヒー&シガレッツってモノクロ映画のおしゃれな、なんかあのなんかおしゃれな映画なんですけど、あのコーヒー&シガレッツを家であの BGM 代わりに流してたらモテると思ってた時期がありました、コンフィデンシャルじゃなくて、コンスタンティン、コンフィデンシャルマン JP シリーズ、この世界の片隅に、この世界の片隅にはもちろんもう超殿堂入りなんですけど、あのそうだな、なんかアニメとなるとちょっとまたハードルが、まずちょっとあれ、コーダ最強コーダ愛の歌最強、コーダ愛の歌最強5。コーダはね、あの2021年割と近年なんですけど、もうぶっ刺されました。なんかアカデミー賞だっけ、なんか取ったよね、あ、もう軒並み取ってますね、アカデミー賞、作品賞、脚色賞、助演男優賞、もうド名作です。ローは耳が聞こえなくて、喋りが拙くて、だから手話を使っているという両親の元に生まれた普通の女の子。だからその子は喋れるし、耳も聞こえるんですけど、ただ、あの家族とのコミュニケーションは手話であると。で、その中で私は、歌が好きだ、歌を歌いたい、でも歌って両親から最も遠い存在じゃないですか。でそんな彼女がどうするっていう、あのもう青春ものなんですけども、ちょっと思い出すだけでも泣いちゃうぐらい、あの本当に最高です。まあ もしも見たことない人がいたら、これを機にぜひ、なんだろうな、なんかもう表現ってここまでできるんだ、本当のロアの方をキャスティングしてるし、主演の女の子も確かその家族にロアの方がいて、そのだから いわゆるそのなんかそんな言葉あるか分かんないけど、手話ネイティブなんですよね。ネイティブに手話ができるっていう子なんで、本当にすごくて、それは監督のこだわりで、やっぱり予算をたくさんつけたいんだったら、有名な役者さんを起用してその人に手話をやらせるっていう方が商業的にはうまくいきやすいらしいんですけど、それを突っぱねて絶対に本物の人を使うって決めて、なぜなら本物の童話の人、本当に手話ができる人の中にも俳優さん女優さんはいるわけじゃないですか。その人たちの絶好のドハマり役じゃないですか。それをなぜ知名度なんかで奪うのかっていうのですごい戦ったらしくて、なんかそれ聞いただけでちょっと泣いちゃうぐらい、最高ですよね。獣狩れ俺らの猿と、クリムゾンリバー、クヒオ大佐、クールランニング、クラッシュ良かったですね。これも群像劇ですね。クレマ、クレヨンしんちゃん、キラーコンドーム、これはもう僕の世代はみんなタイトルで面白がって見た人多いでしょう。キラーなコンドームです。ホラーです。キスキスバンバン、キルビル2、キサラギ、キス、キックアス、キャスターウェイ、キューティーブロンド、キャプテンマーベル、キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカ、ファーストソルジャー、ウィンターソルジャー、キックアス2、カーゴ、カットオフ、怪獣たちのいるところ、カーズ、カンフーパンダ、カイジ2、カールウザのソラサブで、オールアバウトマイマザー、オーズ、オーメン、オーロラの彼方へ、オーロラの彼方へ、最高ですよ。これは5です。これも5。ネタバレじゃなくて設定なんで言っちゃいますけど、とあるオーロラの日、そのオーロラの影響によって、あれがこうなって、こうなって、ああなって、なぜか、ラジオじゃないか、無線機か。なんか無線部っていう日本だと馴染みがない、なんか無線ってあるじゃないですか。無線を使うっていう遊び。無線になぜかわからんが、死んだはずの父ちゃんと繋がってしまったよっていう話なんですよ。で、なんか、そういう SF? ヒューマン?と思いながら、実はどんどんサスペンスの方に向かって、もう、
なんか映画の面白いところ全部入ってんじゃないかっていう凄まじいプロットを通り、最高の伏線回収でもう文句のない最後を迎える。オーロラの彼方へはね、まあ完璧な英語の一つだと思います。送り人はね、私はあの先月あの父を亡くしまして、あの、ね、お世話になった、ね、仕事の話ですね、あの亡くなった人を送るという、あの送り人はねもう名作なんで、あの名作だし、こういう職業の人がいて社会が成り立ってるっていうのをぜひ知るべきだし、見てない人はぜひ見てください。オーシャンズ12、オーシャンズシリーズ、はい、エルプリの秘密、これはあの超有名レストラン、世界一予約が取れないレストランってタイトルにもなってる通り、あの超有名レストランで、私もぜひ一回行ってみたいなっていうお店なんですけど、あの超行きづらい場所にあるんですよね。だからこのエルブリに行こうと目指さない限り絶対行けないような、なんか確か場所にあって、変わった場所にあるから、あの相当行くのも難しいし、しかも予約も世界一取れないと言われている、あのもうどうしたら行けるんだっていう、なんか仕事で行けねえかってずっと思ってるんですけど、はい、そういうもう伝説のレストランのドキュメンタリー、これね面白かったですよね。なんか料理って俺、料理のこと俺何も知らないかもと思うんですよね。なんか液体窒素とか使ってさ、なんかすげえなと思って。エイリアンシリーズ、エリン・ブロコビッチ、エスケープフロムトゥモロー、これも問題作ですね。まあ某ディズニーランドを舞台に多分勝手に撮影しちゃったホラー、なんか気持ち悪い映画なの、本当に見てて気分が悪くなる、そういうのが好きな人にとっては褒め言葉として最低の映画でした。エレファント、エイリアン、エイリアン2、エターナルサンシャイン、英国王のスピーチ、これも良かったっすね。なんか喋るの苦手な英国王が頑張ってスピーチするっていう話、言うとアホみたいだけど、結構グッときます。はい、出ました、これです。 We are little zombies、 先ほど話した長久監督の、新しめの作品でございます。これにね、なんとね、私出てるんです。キャストを見てみましょうかね。キャスト、はい、載ってません。佐野史郎さんの部下として出てます。佐野史郎さんってソニーミュージックのなんかちょっと偉めの人っていう設定で登場するんですけど、ソニーミュージックの平社員として出てます。一応セリフもあります。興味ある方は見てください。映画としてめちゃくちゃ面白いので、ちょっと一個だけエピソード話すと、池松壮亮さんがめちゃくちゃ優しかったです。もう大ファンになりました。ウエストサイドストーリー、ウォッチメン、ウォーターボーイズ、ウエストサイドストーリーのやなんか違うやつ、インソムニア、不眠症ってやつですね。もう笑えないですね。私もうド不眠症なんで、はい、怖くて見れ、もう一回見れません。インビジブル、インタビューウィズヴァンパイア、インファナルアフェアはさあ面白いよね。ちょっと噛んだね。インファナルアフェア面白いよね。でもこれに関しては俺リメイクの方が面白かったんだな。インビクタス、負けざる者たち、これさ放題の難しさなんですけど、なんかさ、さすがにさ、インビクタスをさ覚えらんなくないですか。だから負けざる者たちってつけたんだと思うんですけど、放題って難しいよね。カタカナにされるとわけわかんない時あるよね。イブ・サン・ローラン、イノセンス、犬屋敷、インディ・ジョーンズ、インターンシップ、これあれ面白いですよ。インターンシップって Google のインターンシップって有名だと思うんですけど、それに挑戦するみたいな。 E.T. インディ・ジョーンズシリーズ、インしてみる、グロリアル・バスターズ、イット、インディペンデンス・デイ、イミテーション・ゲーム、インサイドヘッド2、超話題ですよね。ちょっとまだ見れてないんですけど、2もぜひ見たいなと思って。インセプションっていうか、うちの娘と奥さんは見ちゃったんですよ。だから僕もうちょっとサブスク来るの待つ。インセプション最高、インセプション最高です。インセプション5、インセプションはね、僕映画館で3回見たんですよ。気持ち悪いですよ。インセプションもう本当に好きな映画、3回ぐらい見ちゃうんで、インセプションは3回見ました。
あの頃ペニーレインと、アナライズミアナコンダ2アンダーワールドアンダルシアの犬か、アバターボーイアンフェアアンドリューアポロ13アンブレカブル、アンドリューも良かったな、アンドリューも出とくかな、アンドリュー NDR114 っていう絶対覚えられないタイトルなんですけど、アンドリューはまあ人間とは何かとか、なんか なんだろう、人間と AI って何が違うんだとか、なんかそういう、なんかそのいい時代ですよね。今 AI が本当にありすぎて、AI っていうか、まあ疑似的な AI が、AI コンシェルジュ的なものが世の中に溢れてるから、ちょっと意味合いが変わってくるんだけど、まあ人工生命体にその人権はあるのかとか、なんかそういうその話、すごい面白くて、でロボットの生涯を描きつつ、なんか人間の生と死って何なんだろうとか、そういう風にも感じられて、アンドリューはねたまに見直したくなりますね。アメリカンサイコ、アメリカンサイコはこれは入れたいな、入れたいけど、まあ入れよう、アメリカンサイコは入れよう。本当に美しかったです。なんだろうね、これもクリスチャン・ベールっていう好きな俳優なんですけど、僕別にサイコスリラーものが好きなわけじゃないんですよ。全然苦手なんですけど、これも結構人殺しまくるし、その、いわゆるサイコキラー、シリアルキラーみたいな主人公の話なんですけど、なんかね、悲しみがあったんですよね。なんか、主人公のキャラクターがすごい好きで、人殺しまくってるやつ好きになるわけないと思ってたんですけど、なんか、こいつかわいそうだな、みたいな感じさえして、なんか、キャラクターが好きなんですよね。完璧主義者でもうバリバリ働いてるっていう超エリート会社員なんですけど、なんか嫉妬の塊なんですよ。俺より出世するとか、俺よりかっこいいとか、俺より目立ってるとかっていうので殺すのよ。で、そのピクってなるポイントがすげえキモくて、俺よりかっこいい名刺を持っているで殺したりする。なんだこの名刺は、この上質な質感、この文字の活版印刷かこれは、みたいなのでキーッって殺すのよ。なんかそんなキャラクター今まで見たことなかったんで、これはなんか好きになっちゃった。さあ後半戦だと思いたいが、もうそろそろあと100ぐらいじゃないかな。肌感1156って多いっすね。そんなに見てねえなと思ったけど、多いが多いな。で、アマデウスはもう5。アマデウス知らない人いないでしょ。知ってはいるでしょ。まあ、モーツァルトっていう世紀の大天才、もう歴史、人類史に残る大天才と同じ時代に生まれてしまった秀才の話なんですよ。左利きのエレン書き始めた時に、多分ね、アンチコメントのつもりだったんだと思うんですけど、なんか、コメントで、はいはい、アマデウスのパクリ、みたいな。アマデウスじゃん。って書かれてたの。天才と凡人の、なんか、悲哀みたいな。めちゃくちゃ褒め言葉だと思って。アマデウスじゃんってめちゃくちゃ褒め言葉じゃないですか。アンチの顔したファンだったのかもしれないけど、はいはい、アマデウスみたいなこと言われて嬉しかった記憶があります。アマデウスもうその金字塔です。左利きのエレン好きな人でもし見たことない人いたら、もう、まず、速攻見てください。アンタッチャブルもド名作ですね。まあ、おすすめ映画で、まあ古すぎるんでね、おすすめ映画であげるのも、まあ、でも、古いからなんだって感じです。アンタッチャブルはもう、まあ、ギャングとの抗争、警察、まあ、そういう、まあ、クライムサスペンスの、もう、金字塔、ちょっと、語彙力なくて、金字塔って言いまくってるかもしれないけど、金字塔。本当に金字塔ですね、これに関しては。はい、この下の方、悪の経典、アンチャーテッド。アンチャーテッドゲーム大好き。ゲームの映画化です。ゲーム超面白いです。映画もまあ、ゲーム好きだったら楽しめるかなと思います。アウトレイジ、アダムスファミリー、アメリカンビューティー、アイアマンヒーロー、
スパイダーマン2、アイアンマン3、アイアンマン2、アベンジャーズ、アベンジャーズエンドゲーム、アナと雪の女王、アナ雪2、アナ雪2も良かったなぁ。アナ雪2も入れようかな。アナ雪2見てない人、これも多い気がするんだけど、2の方が好きっす。1ありきなんだけど、2の方にグッときました。なんでかっていうと、これはなんか、ノートにちょっと長めのレビュー書いたんで、興味ある人は、カッピーのノートでアナ雪2検索ください。これもう、12時になっちゃった。奥さんとランチに行く予定が。やばい。ちょっとあと15分ぐらいで終わらせないと、ちょっとマジで怒られると思うんで、ちょっと終わんない気がしてきた。もう、やばい。4時間ぐらい喋ってます。フォーカス、キングスマンシリーズ、ハードデイズ、ターミネーター2、カーズ、マトリックス、バイオハザード、ダークナイトライジング、国立小坂、ダンクリック、ベイビーブローカー、22年目の告白、竜とそばかすの姫、コンフィデンシャル、ザ・メニュー。ザ・メニューがあれですね、たつき先生おすすめのね、ちょっと気持ち悪い、ホラーチックな。シンドラのリスト、ホタルの墓、そして父になる、バットマン・ビギンズ、ゴーストワールド、思い出のマーニー、サーチ、スピード。はい、で、そのたつき先生のね、ルックバック、ゲットアウト、グッドビル・ハンティング、アス、パラサイト、ホール、スラムダンク、X ってツイッターじゃないですよ。ホラーです。はい。死刑に至る病。プラダを着た悪魔。これは後でちょっと入れます。ちょっとね、入れるたびにね、このゼロに戻るんで、最後にまとめて入れます。プラダを着た悪魔。カラオケ行こう。首。ジョーカー。北野武作品好きっすね。ブルージャイアント。怪物。セブン。インターステラー。君たちはどう生きるか。マッドマックス。スズメの戸締まり。クワイエットプレイス。バービー。ダンサー・イン・ザ・ダーク。マイ・イン・ターン。天使ラブソング。セッション。セッションはね、もう文句なしに5かな。まあ5でいいかな。5。フォレスト・ガンプ。性欲。正しい欲と書いて性欲。君の名は。ゴーン・ガール。ディ・ハンターの日本のやつね。これこれも映画扱いなんですね。ネットフリの。オデッセイ。オデッセイはね、ダッシュ村みたいな感じ。マリオ。千と千尋。ビーガンズハム。ビーガンズハムね、ランキングは入んないですけど、いい映画でしたね。なんか、ブラックユーモアって感じの。ホラー、まあ気持ち悪い、グロいシーンたくさん出てくるから、ホラー扱いだと思うんですけど、ブラックコメディですね。プラットフォーム。で、これさっきちらっと言った、フォーリングダウン。フォーリングダウンって映画も、これ入るな。4.5 かな。ミッドサマー、グレイティストショーマン、アバウトタイム、キャラクター、テネット。クリストファー・ノーランの映画全部好きなんですよね。テネットも好きだな。まあちょっと難解だからちょっと、一番におすすめには出てこないかもしれない。ララランド、ララランドは文句なし5。これもちょっと後で話して。で、レオンはね、もうちょっと、今日こんな T シャツ着てね、ランクインしないわけないよね。レオン、バックトゥザフューチャー、もう、言わずもがな。1日の沈黙。ほんで20世紀少年ね。これもう、だって私がもう一番好きな漫画家、浦沢直樹先生と、一番好きな日本の監督、堤監督が、タッグを組んで、これだけで最高じゃないですか。天気の子、ユージュアルサスペクト。これも入るな。これ、まあ5でいいかな。5でいいかなっていうか、もう、有名すぎてね、ちょっと、っていう意味で、まあ5です。バタフライエフェクト、これも5です。デッドプール。デッドプール今ね、ジャンププラスでもやってますよね。面白い。ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。これは1かな。All You Need Is Kill。ハリー・ポッターシリーズ。ハングオーバー。ハリー・ポッターシリーズ上映中になってるの。どっかで上映してんの。この上映中わかんのいいっすよね。このフィルマークス。ハングオーバーね、めっちゃただのコメディなんだけど、別に、ガンチクもないんだけど、ハングオーバー大好きなんで入れます。ホーム・アローン。ノープ。ノープもね、たつき先生のおすすめで見ましたね。ズートピア、エスター、ジョン・ウィック、ジュース回戦ゼロ、20世紀少年、ザ・ターミナル20世紀少年、最高、出ました。君に読む物語、これ5。君に読む物語も5。後でまとめて言います。リリー・シュッシュのすべて、ハリー・ポッターシリーズ、魔女宅。魔女宅はもう、僕がどうこうじゃないよね。国民的名作、時かけ、
ウィニー、ウィニーはあれですね、あのウィニーっていう、あのウィニーっていう、そのプログラム自体が悪だったのかっていう、どうなのかっていう、長きにわたった裁判の物語。Once Upon a Time in Hollywood。これなんかはあれですよね、ルックバックが、その、まあ、着想の一つにしてる、で、あの、作中の中でも案に提示してる、あの、作品です。まあ、見れば、あの、なるほどとわかると思います。ゼログラビティ、隣のトトロ、あのモンスターズインク、アキラ、そしてバトンアップさ、渡された、ビバリウム、ジュラシックパークシリーズ、デッドプールシリーズ、ハリポッターシリーズ、告白、ダークナイト、ダークナイトも入る。ダークナイトも入るぞ。はい、千尋さん、オールド、ハウル、ハリポッターシリーズ、ミスト、メンビラック、ギルティも良かった。ギルティも入ります。後で言います。アメリカンスナイパー、グリーンマイル、バッドボーイズ、ビバリーヒルズコップ、ミッドナイトスワン、恋の形、ファンタスティックビースト、崖の上の恋の、母性、ウルバリン、ミッションインポッシブル、ファイトクラブ、ファイトクラブも入るね。はい、グラディエーター、ラピュタ、ちょっと思い出しただけ、ベイビードライバー、フリーガイ、夜を沸かすほどの熱い愛、これも入る。これも後で語ります。ミスティックリバー、狼子供の雨と雪、来る。これね、あの小説はあのなんだっけ、ポチョムキンかな、ポチョムキンが来るみたいな、なんかすごい変わったタイトルの小説が元で、あの小説の時からすごいあの評判が良くて、アバター、ミュージアム、容疑者 X の献身、キングスマンシリーズ、時計仕掛けのオレンジ、シャイロックの子供、冷たい熱帯魚、シンゴジラ、レ・ミゼラブル、ナイトミュージアム、カメトメ、オーチャンズ・エイト、ファーゴ、アルマゲドン、ナウシカ、化け物の子、ソウルフルワールド、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。これね、すっげえ面白かったですね。あの、ちょっとランクインまではしないけど、複雑で、トンチキで、わけわかんない展開が続いて、すごい、脳みそワンワンするような映画で、まあ、すごい、有名なスタジオが作ってて、そのスタジオの作品は割と軒並み好きだった。琴ノ葉の庭、ブラックスワン、ジュラシックパーク、これさっき言ったあれですね、グランツーリスモ、ゲーマーを、プロのレーサーにしてみたらどうなるかという本当にあったんです。ファインディングにも、トイストーリー、マスカレードホテル、トレインスポッティング、これは入ります。トレインスポッティング、花とアリス、リトルミスサンシャイン、風立ちぬ、トイストーリーシリーズ、バックトゥーザフューチャーシリーズ、トイストーリーシリーズ、レザーバードックス入ります。完璧に入ります。大好きです。耳をすませば、凶悪、キルビル、オーシャンズイレブン、ブルースブラザーズ、ドライブマイカー、ミッドテンティーズ、スーサイドスクワットシリーズ、ガーディアンギャラクシーシリーズ、ベイマックス、アメリー、ペーパーテッド、クレナイの豚、ゲーム、マイブロークンマリコ、空白、ジュラシックパーク、500日のサマー、で、レオンのこれディレクターズカットかな、レオンがまた入ってます。ミセスダウト、アラジン、見えない目撃者、メッセージ、ビッグフィッシュ、スピード、サーチ、思い出のマーニー、ゴーストワールド、バットマン、ビギンズ、そして父になるホタルの中、シンドラのリスト、ザ・メニュー、戻った。さっきのとこ来た。下から今来てたんですけど、はい。ということで、1156本今、読み終えました。自分が見た映画を読み上げるだけで3時間4時間かかるというクソみたいな感じの時間を過ごしましたけど、まあ自分がどういうものが好きだったか再確認できてよかったなと思います。はい、では選出が終わりました。星 4.5 以上はもう多分80本ぐらいになっちゃったんで、まあ動画の中でピックしてるんで見ていただければなと思うんですけども、その中でも特に、私がおすすめしたい5つ星をつけたトップ15を、選出しました。ちょっと10とかにしようかなと思ったけど、なかなか絞りきれなかったので15とさせていただきます。まあ、このレベルになると、まあ、もう私のその作品とかにも、もうめちゃくちゃ多大な影響
受けてるし、もう多分一生好きだろうなっていう作品ばかりです。まあ趣味が合う人はぜひ見てみてください。じゃあまず1本目、巡り合う時間たち、2002年の映画でございます。監督はスティーブン・ダンドリーという監督の作品なんですけども、まあさっきも途中で触れたんですけど、その異なる3人の女性、もう年齢もバラバラだし、住んでる生活の雰囲気も全然バラバラ、職業もバラバラ、全く関係なさそうな3人の女性のとある一日をこう描くんですけど、思わぬところでこう相互にリンクしたり、まあ、何かこうつながりがあるのかって謎めいた雰囲気で話が進んでって、最後にもう全ての伏線を回収してうわーっていう終わりを迎える、なんでしょうね、そのなんかジャンルってなんかツタヤとかでジャンル分けにされてると思うんですけど、それだとなんか恋愛とかヒューマンドラマとかのカテゴリーに置いてあると思うんですけど、結構ミステリーなんですよね。これってどういうことっていうシーンが最後に全部つながってってなるようなタイプの映画なんで、ジャンル分け難しいんですけど、結構そういうその一筋縄ではいかない作品なので、まあ本当に初見だって聞いたことないって人はもう何の情報もなく見てほしいなと思う作品です。巡り合う時間たち、はい、なんか多分ニコール・キッドマン出てる映画好きな可能性ある、あとメリル・ストリープ出てる作品好きな可能性ありますね。で2つ目、愛のむき出し、まあ、そのシオン監督の作品でございますけど、まあ、初期の頃かな、2008年の結構古めの作品なんですけど、満島ひかりが、まあ、脚光を初めて浴びたと言っても過言ではないであろう、本当に初期のとんでもない演技、開演後初めて見せたのはこの愛のむき出しだと思います。めちゃくちゃ長い映画で、237分ですって、めちゃくちゃ長い、4時間弱の映画なんですけど、TSUTAYAで DVD2 枚に分かれてるぐらい、まあ、長編なんですが、まあ、新興宗教に入信している美少女っていうのが、まあ、満島ひかりなんですけど、安藤サクラとかも俺初めて見たのこの映画かもしれない。なんか本当に脇を固める俳優陣もすごく素晴らしくて、まあ、そこも見どころなんですけど、まあ、満島ひかりの怪演、超ロングセリフをワンカットでわーっとまくし立てるみたいな、聖書の一節をわーっと言うシーンとかすごい伝説として語られてるんですけど、なんかそういうまあ、映画好きのこう心をつかむそういうシーンもありつつ、ストーリーもね、もう非常に奇てれつで面白くて、まあ、その新興宗教に入信しているその美少女と、まあ、教会の家で育ったその父親が神父さんで、まあ、まあ敬虔な、まあ、カトリックかな、その、まあ、神様を信じる家で育った主人公の男の子っていう2人の、まあ、ボーイミーツガール的な側面もあるんですけど、その男の子がね、そのすごい厳格な父に育てられたがゆえにちょっと歪んじゃって盗撮とかをしてるんですよ。まあ、ド犯罪をしてるんですけど、それでなんか盗撮の世界ですごい有名になっちゃってみたいな、なんかそういう変なくだりもありつつ、なんかね本当にこれ何見せられてんのっていうシーンも途中で多々あるんですけど、なんかパワーで4時間ぶっ続けでスタープラチナのオラオラを受けてるような感覚になるんですよ。何言ってるか分かんないと思うんですけども、フルパワーで4時間フルボッコされるような、なんかそういうパワーしかない映画、しかもタイトルが愛のむき出しって、もうなんかやばいですよね。もうそのパワーを感じてほしいので、4時間時間がある人はぜひ見てください。3つ目、ガタカ、まあ、これもさっき途中で触れたんですけど、ちょっとまあよくできた SF、設定もののもう完璧な作品ですよね。まあ、遺伝子操作が当たり前になった近未来の話で、まあ、なんだっけ、遺伝子デザインベイビーみたいな、なんかそういうのは、まあ、現実でもその存在できるとされてるものがあると思うんですけど、遺伝子を操作して
あなたはあのスポーツ選手になれますとか、あなたは学者になれますとか、そういう、もう将来の適性がすでに生まれる前から分かっているっていう世界で、であのお父さんお母さんはじゃあ私たちの子供はこういうタイプがいいかしらみたいな感じで、もう選んで生まれさせることができるっていう未来の話で、その中でもうありのまま何の操作もせず生まれてきた子供っていうのが主人公なんですよ。その親の意思で、意向で。で、それってつまり私たちとも全く同じ条件っていうことじゃないですか。たまたまそう生まれたっていう。だから、その世界では珍しく目が悪いとか、メガネかけてる人なんて滅多にいないみたいな世界なんですよね。だからその、なんで目が悪いのみたいな、なんか、それはなんかもうその天然生まれたままだからだよっていう、なんかそういう主人公がその世界でも超難関とされてる宇宙飛行士を目指すっていう話だから、もう普通にストレートでやろうとしたら書類審査どころか DNA 検査で落とされるっていう、そういうもう超未来の超やばい就活みたいな、あの面白さもあるし、それをどうかいくぐるんだっていう、そのドキドキワクワクもあるし、本当にね、目が離せない、最初から最後まですごい、完璧な作品だと思います。はい、4つ目、オーロラの彼方へ。これも大好きですね。とあるオーロラのなんか、オーロラがこのなんか数日間観測されますみたい な、 なんかそういう不思議な期間に、なんか、あ、珍しいね、オーロラが出るんだみたいな、そういう時に不思議な現象が起きると。無線機つないでみたら、なんか知らない人とつながって会話ができると、なんかオーロラの影響ですごい遠くとつながってんのかなとか言って、で、あなたは誰ですかみたいな話してて、で途中で気づくんですよ。これ死んだ父親だと。つまり、まあ、タイムスリップじゃないんだけど、時間をまたいで偶然父親とつながってしまった主人公の話で、ヒューマンドラマ、感動ものと思いきや、そっからサスペンスがあるんです。それがね、めちゃくちゃかっこいい。その当時、昔ね、父親が生きていた時代、まあ、数十年前に未解決事件とされたとある事件があって、で、まあ、現代の主人公はがそれを、まあ、その過去の父親と現在の自分が協力してその未解決事件に迫るっていう、なんかすげえ面白い設定なんですよね。で、設定時点で超面白いし、もう最初から最後まで、もうアドレナリン出まくりみたいな、なんかずっと本当に終わる瞬間まで面白かったですね。オーロラの彼方へは、超名作だから見てる人も多いと思うんですけど、その、まだまだそのね、タイムスリップもので言うと、もっと有名な作品いっぱいあるんで、なんか見逃されてる人はぜひこれを機会に見てみてください。すごいいい映画です。まあ、父とこの、なんかね、そういう、時を超えてとか、もうそれだけで結構胸熱くなるよね。コーダ、愛の歌。これはですね、もうこれも近年ですね、2021年、もうほんの数年前なんですけど、まだまだ記憶に新しく最高の映画でしたね。もう映画館でもう前が見えないぐらい泣いて、なんか最初ノーマークだったんですけど、なんか放題がちょっと感動、なんか悪い意味で感動ものっぽいじゃないですか。でも、もちろん結果感動するんだけど、そういうその都合のいい話ではなくて、まあ、コーダっていうのが、そもそもその両親が老和で育った普通の人のことをコーダっていうらしいんですよ。なんて言うんだっけ、日本語で。だから自分自身は普通に喋れるし耳も聞こえるんだけど、両親がそうであるがゆえにいろんな悩みを持っているっていう人たちが存在すると。で、言われてみたらそうか、そういう悩みがあるんだって思うかもしれないけど、その言われるまで僕らは知らなかった世界の悩みで、なるほどなと思うじゃん。まずそこの、その
この点を世界に伝えようっていうその着眼点が素晴らしいし、実際キャスティングがその老和の人は本当の老和の人だし、主人公のそのコーダっていう立場の女の子も本当にそうらしいんですよね。それはちゃんと本当の人を使おう起用しようって強い意志で決めたらしくて、商業的な意味合いで考えるとその有名俳優にその役をやらせるのが商業的には良しとされてるから、まあそれでそういう声もあったらしいんですけど、それを全部突っぱねて、いやこれはそういうその人たちを日の目に出したいっていう意味でもあるっていうので、それで突っぱねてっていう、そういう本当に大義があるいいキャスティングだなと思いますし、それだけにとどまらず本当に完成度が高く、その演技がやばいんですよ。ネイティブって言葉が正しいかわかんないですけど、手話のネイティブの迫力ったらなくて、その手話で喧嘩とかするんですよね。それが本当に怒ってんのがわかるんです。だからあれはね、さすがにやっぱ手話を生活として使ってない人にはできない演技だなと思ったし、いやもう良かったですね。だからその、まあ、愛の歌っていうのは、まあ、主人公のそのコーダっていう立場の女の子が歌が好きだ、歌を歌って生きていきたいって芽生えるんだが、両親にとって歌というものが最も縁遠いものじゃないですか。だからそこで葛藤して親にそれを打ち明けられなくて、でも歌が歌いたくてっていう、まあ心の葛藤から始まる物語なんですけど、本当に最後のちょっとね、本当にラストシーン思い出すだけでもちょっと涙が出そうになるんですけど、最後まあネタバレじゃない範囲で言うと、まあ最後その女の子が、まあ、あるなんかハンドサインをするんですけど、そこのハンドサインには字幕はついてないんですよ。他の劇中のこの会話、手話での会話はもちろん字幕はつくんだが、最後のそのワンシーンの手話だけ字幕はついてない、うん、でも、まあ、見た人全員わかるっていう、いや本当にね、なんかとんでもない、あそこでね、俺はただ単に粋だと思ったんだけど、なんか理由があるのかな、そういうなんかその観客を信頼しての字幕なしなんだと僕は解釈して、それも相まって感動したんだけど、最後の手話だけ字幕ついてないんですよね。もしかしたら俺が泣きすぎて見えなかったかもしれないですけど、なんかまあまあ見て損はないのでぜひ見てください。はい、来ました。次、レオン完全版を一応取り上げました。まあ両方好きなんですけど、完全版の方が、まあレオンはねもう説明不要だと思うんですけど、その漫画っぽいって言ったら誤解があるんだけど、レオンっていう殺し屋もそうだし、このマチルダっていうヒロインもそうだし、ゲイリー・オールドマン扮する名前なんだっけ、ロマンステアフィールドっていう悪役、なんかフリスクみたいな食うシーン、こうあれをね高校生の時にずっと真似してたの。カリッてカリッてやんすよ、うーんみたいな、フリスクじゃないね、薬ですね、やばい薬をうーんって噛み砕くシーンがあって、超かっこいいの。だから全員キャラが立ちまくってて、なんかジャンプでもこんなキャラ立ってるキャラなかなかいないぜみたいな三つどもえじゃないですか、レオン、マチルダ、ノーマンって。あれはね、まあだから映画史に残るヒーローだし、映画史に残るヒロインだし、映画史に残る悪役っていう3人が同時に出ちゃってるから、なんかもう僕の中でなんか勝手にアベンジャーズなんですよね。アベンジャーズとかのあれじゃない限り、こんなキャラ濃いの集まるかいなみたいな、そんな3人が三つどもえのねえ演技を見せてくれるわけだから、まあストーリーはもうみんな知ってると、も殺し屋でなんか女の子助けて、女の子が殺し屋見習いになっていて、まあストーリーをみんな知ってると思うんですけど、なんかそういう視点でこの3人が一つの映画出てんの濃すぎねっていう観点でもう一回見てほしいです。映画に一人いたら大成功でしょっていう当たりキャラが3発、レオンはねもうとんでもない映画です。はい、私がもう大好きでずっと言ってるララランド、
ララランドはね、もう好きで好きでしょうがなくて、 DVD、ブルーレイ発売する時のトークイベントとかにも呼んでいただいて喋ったぐらいなんですけど、本当にね、なんか評価が多分二分していて、本当に甘い恋愛のミュージカルと思ってる、人もいらっしゃると思います。で、その側面は間違いじゃないんですけど、ちょっとオタクのこと言う、オタク的なことを勝手に喋っちゃいますけど、あのララランドを撮る前に、セッションっていう映画があるんですよ。とにかくあのデイミアン・チャゼル監督が大好きで、僕同い年なんですよ。同い年で一番尊敬してる人、チャゼル監督なんですけど、あのセッションも大好きだし、ララランドも大好きなんですけど、なんかセッション好きな方が2っぽくないですか？そんなことないか。なんかセッションって、まあ両方見てない人はわけわかんないと思うんですけど、セッションはいわゆる私の漫画左引きのエレンバリというか、それを超えるスパルタ鬼教師みたいな指揮者の人がいて、その人の教えをこいてぶっ潰されるまで叩きのめされるドラマーの話なんです。あのバンド、ジャズバンドの話なんですけど、超苦しい、もう苦しくて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 、その中で光を見つけるみたいな、そういう表現者の希望と絶望みたいな話なんですけど、セッションがあってその後ララランドだから、なんか勘違いしてる人は、あーなんか大衆に走っちゃったチャゼルみたいなさ、思ってる人がいるらしいとに聞いたんですけど、全然違う。あのララランドを撮りたかったの、最初に。チャゼル監督はまだ新人の何の賞も取ってない時に、あの僕ララランドっていう映画撮りたいですってこう言ったんだって。そしたら、ミュージカルって性質上めちゃくちゃ金かかると、めちゃくちゃ金かかるから、君には無理だって、君なんかさ、そのもっと有名になりたまえみたいな感じで言われたんだって。お金集まんないよあなたの映画じゃんみたいな。だからララランドっていうなんかミュージカル知らんけどちょっと撮れないよみたいな言われたんだって。そんで、おう、じゃあ賞取ってやるよっつってセッション取ったのよ。だからララランドっていう作品が作りたくて、セッション取ったのよ、低予算で。でドーンって賞取って、でやったーっつって、じゃあララランド取りますねっつって、すげえ金集まって大成功。じゃあなぜそこまでしてララランド取りたかったのか。あんなに硬派なクリエイターの話、表現者の話書いてたチャゼル監督が、ララランド、ミュージカル、恋愛どうしたのみたいな、そっちだったのみたいな思う人もいるかもしれないですけど、それ誤解です。ララランドこそがクリエイターの話だと私は思ってます。恋愛っていう、その大衆誰が食べても美味しい、そのオブラートというか、その料理にしてるんだけど、入ってるスパイスがもうクリエイターのもう引きこもごも、いや、その視点で見たら別に何も隠して、もう何も隠してない、そのクリエイターの話、表現者の話、夢で食ってく難しさとか、その全部入ってんだけど、なんか恋愛っていうのがでかすぎて見逃されがちなんだけど、本当に言いたいことを見ようとすると、ララランドで描いてることエグすぎやねっていう、えぐー。なんかだから、これもう邪推も邪推かもしれないですけど、その僕が見た、あくまで私が見た頭の中の、まあ、二次創作だと思ってください。僕が見た限りのララランド、なんでそんなにカッピーララランド好きなのっていう時の、どういう見方をしていたかって話をちょっとさせてもらうと、これも完全に僕の妄想なんで、そういうなんか考察でもないです。妄想なんだが、ね、ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン、もうその後ドーンと2人とも超スーパースターになった2人が出演されてますが、最後、これごめんなさい、ここだけちょっとネタバレしちゃうけど、ララランドは許して、その有名だから、そのちょっとネタバレします。まあ、エマ・ストーンはすごい、まあスターになるんです、最後に。でライアン・ゴズリングは、まあ街の、そのまあ言ってしまえばしがない、そのジャズバーでピアノを弾き続けているっていう、なんかまあ二人の対比だから、まあ
それをなんか商業に走ったって言い方悪いけど、商業の道で割り切ってしたたかに強く生きていくヒロインと、まだあの街でジャズをやっている青年っていう対比の物語なんですけど、これ恋愛でうまくいかなかったよね、付き合えなかったね、バイバイっていう話の一個奥に、この2人って両方ともチャズル監督の分身なんじゃないかと思ったんですよね。そうやって見るともう涙が止まんなくて、あのチャズル監督はジャズマンになりたかったんですよ。本当にあのジャズで生きていきたかった人なんですよ。でもジャズも世界も本当に厳しい。まあその厳しさはセッションって映画見れば嫌というほどわかると思うんですけど、ジャズで生きていくことはできなかったんだけど、自分はそのエマストーンのように、私はハリウッドで自分の表現をやるんだ。でもあの頃そのジャズをやってた自分のことは忘れないよっていう、なんかそういう話だと思って、だから最後2人とも笑顔で別れたんだなと思って、すいません。なんかそう思ったらなんかすっごいくないですか。なんか、私はそう勝手にそう思って勝手に泣いてたという話でございます。なんかどっちがいいとか全く描いてないし、あのでももしかしたらチャゼル監督はあのね、ゴズリングになりたかったかもしれない、ずっとジャズをやり続けたかったかもしれない、でも自分はそうじゃなかった、その代わり胸張ってこの道を生きるよっていう。でララランドってそのまあ見た人は分かると思うんですけど、あのララランド LA ってあの LA のことで、要はあのハリウッド、あの映画の都ハリウッドで、で夢に浮かれてしまって、そのなんかまあだから東京でさ、なんか夢ばっか語ってる、あうだつの上がらない人たちみたいな意味合いでさ、なんか LA のそういう夢ばっか語ってる人たちっていう、なんかそのちょっと意地悪な揶揄した言い方で、あの人はララランドに住んでるからねっていうニュアンスの、なんかまあ悪口めいたそのスラングらしいんですよね、ララランドっていうのが。でそれをまあタイトルにしてんだけど、あのまあつまりその、まあ、あの頃の気持ちは本気だったよなっていう、だからそのララランドってあえてつけてバカにされてるような言い方をあえてしてて、それをどんだけ美しく描けるかっていうのがララランドっていう映画だったのかなっていう風に、なんかもういろんなもう何層も勝手に思っちゃって、で最後のさエンドロールに入る前にさ、古びた映画みたいな感じでなんかテレテレエンドみたいなさ昔の感じで出るのよ。あれもさやっぱ映画愛だよね。もうだからあのフィクションって何のために存在するのかとか、なんかそういうの、映画って何なんだ、映画って現実の逃避先なのかとかさ、あの叶わなかった夢を映画で見てみんな涙して、それが映画なのかどうなのかみたい なんかそういう映画って何なのさっていうのも入ってる気がして、なんかそのやっぱね、物を作る、物語を作る端くれとして本当にぶっ刺さった、だからなんか本当に世間のなんかあのララランド好きな人ね、世界中に山ほどいるし、そういう人たちからしてもいやそんな見方違くねみたいな思われるかもしれないけど、まあ映画ってね、自分で好きな風に見て許されるものだと勝手に思ってるんで、僕はそういう風に見て、一生忘れない映画の一つになりました、はい。トレインスポッティング、これももうだいぶ昔の映画ですけど、そのやっぱ原体験ですよね。映画って面白いって思った最初の頃の、まあ、レオンもこの頃に見たのかな、なんかレオンもこの頃に見たんですけど、やっぱダニー・ボイル監督が好き、ダニー・ボイル監督の中でもトレインスポッティングが好き、まあ、やっぱり最初の頃の思い出、補正もまあ正直あると思うけど、
それでもやっぱりこんなスタイリッシュにクズを描けるんだっていう、まあ主人公たちみんなクズなんですよ。その薬やってるし、なんかもうわーみたいな、みんなずっとラリってるんだけど、なんでこんなかっこいいんだこいつらがっていう。まあトレインスポッティングはね、そのなんだろう、なんか紅の豚のキャッチコピーじゃないけど、かっこいいとはこういうことさみたいな、なんかそういう気概を感じたな。なんかあ、クズってこんなかっこよく描けるんだと思って、本当にクズなのよ主人公も含めて。なんかダメダメ野郎ね、もうね、地元のさ、うだつながらないもう底辺のさ人たちなんだけどさ、それがかっこよく描けちゃうんだなっていう。で、音楽がやばい、イギーポップ、これはもうなんだろう、まあ見ればわかるさという感じですね。なんかこのトレインスポッティングのポスターとか見たことある人はわかると思うんですけど、ね、英語がチューズライフっていう、なんか詩みたいな、ポエムみたいなのがバーってなってるポスターがあるんですけど、それがね好きすぎてね、部屋にずっと貼ってましたね。だから劇中、漫画の、僕の漫画の左利きのエレンの朝倉光一っていう主人公のがいるんですけど、そいつの部屋にもトレインスポッティングのポスター貼ってあったり、なんかこの世代のね、かっこいいもの好きなやつは絶対見てるよなみたいな感じに思ってました。はい、まあそう考えると星5つは言い過ぎかもなそう、なんかわかんない、星5つじゃなくてもよかったかもしれない。はい、次はアマデウスはね、これまあストーリーを言うと、そのまあモーツァルトの周辺の話なんですよ。周辺っていうのがポイントで、あのアマデウスって、まあモーツァルトの異名というか、まあモーツァルトを指す言葉なんですけど、その大天才、もう歴史に名を残す大天才と同じ時代に生まれてしまった秀才の話なんですよね。その秀才もめちゃくちゃ優秀ではあるんだが、やっぱり本物の天才と比べると負けてしまうと。でそんな彼がその、まあ、モーツァルトに嫉妬して狂っていくっていう、まあそういう物語なんですけど、左利きのエレンを初めて世に出したあたりの時に、まあ多分ね、アンチコメントのつもりだったと思うんですけど、まあこんなのはアマデウスの2番煎じだみたいな感じ、アマデウスの焼き直しだみたいな、ね、強い口調で書かれたことあるんですけど、僕それ見てアマデウスの2番煎じならいいじゃんと思ったぐらいアマデウス好きなんですよ。だから実際そのめちゃくちゃ影響を受けてるし、やっぱりその僕はそのモーツァルトじゃない方に感情移入して見てたし、だから本当にもうそのコメント通りなんですけど、アマデウスの焼き直しってめちゃくちゃ褒め言葉じゃない？アマデウスを現代でやったらめちゃくちゃ良くない？って思いましたそれぐらいだから、まあ僕の読者はまあ逆に読んでない、見てない人がいたら、その見てみてもらえると、あ、1984年に左利きのエレンはあったんだっていう感じになって面白いかなと思います。続きまして、インセプションは、まあ僕は大好き、クリストファー・ノーラン監督の、まあ初期ではないか、まあまあ昔の作品になっちゃうな、もう14年前か、2010年の作品なんですけど、インセプションはね、映画館で3回見ましたね。本当に大好きな映画で、なんか夢の、まあ、まあ、ちょっと説明するとややこしいんであれなんですけど、まあ、夢の中に潜入するっていう、まあ、ストーリーなんですけど、人の夢の中に入るスパイたちみたいな話なんですけど、すっげえざっくり言うと。なんか、設定すっげえ複雑なんだけど、それを理解させる、表現のうまさとか、まあ、結構長めの映画ではあるんですけど、そのもう全然飽きないし、なんか表現、なんだろう、まあ語るべきポイントはいっぱいあるんですけど、とにかく死ぬほどかっこいいんですよ、映像が。ストーリーも大好物な上に映像死ぬほどかっこいいから、そういう意味で何度も映画館で見ましたね。まあインセプションを知らない人は少ないと思うんで、まあ簡単に。そして、グッドウィルハンティング、
グッドウィルハンティングは好きっすね。これはでもまあ映画好きなら嫌いな人はいないでしょうっていう感じなんですけど、まあ、あのストーリーみんな知ってるとは思うんですが、まあ、あのとあるその超頭のいい大学のキャンパス で、ある日なんかあのこの問題解けるやついたらなんか単位やるよみたいな感じで、そのなんか廊下にすっげえ難しい問題出しておくから解けるもんなら解いてみなみたいな感じでやってたら、なんか数日か数週間かかるだろうと思ったら、なんか次の日ぐらいに解けてる、おいおい誰が解いたんだよみたいななってたら、実は生徒でもなんでもない清掃員のあんちゃんが解いていたっていうのが分かって、おいおい何者だその清掃員はっていう、まあところから始まってっていう話なんだけど、あのごめんなさい、すっげえバカみたいな説明しちゃったんだけど、まあ、まあまあおおむね間違ってないと思うんですけど、あの本当に一生忘れない名シーンが3つか4つある。なんか一生忘れねえなこのシーンって思うシーンが1個でもあったら、あのもうあの名作じゃないですか。それがね、1本の映画の中に3つか4つあるんですよね。でこの前ね、なんか奥さんに見せたら、あのなんかあんまりで、あのいやすげえ面白かったんだけど男の人が好きそうな映画だねって言われてちょっとショックだったんだが、あのそうなのかもしれない。なんか男の友情が描かれるんですけど、そこが特に好きなの、男の友情。なんか僕も地元に友達いた、まあみんな地元に友達いると思うんですけど、なんかさ地元の友達ってさ、なんか会わなくなるじゃないですか。なんかそういう切なさとかさ、なんかうん、いやなんか好きなシーンが本当に多くて、グッドウィルハンティングはなんか未だにたまに見返しますね、うん、だいぶ昔の映画だけど、続きまして君に読む物語。これはね本当になんかもうなんか泣けるっていう紹介の仕方嫌なんですけど、本当にあのマジで脱水症状になるぐらい泣ける。君に読む物語は泣ける、本当に死んじゃうぐらい泣ける。なんかまあこれネタバレじゃないんで、ネタバレじゃなくて設定の話をちょっとさせてもらうと、なんかこのポスターとかその美男美女がキスしようとしてるみたいな絵だから、なんかああなんか恋愛ねみたいな、それぐらいの知識で止まってる人多いと思うんですけど、これ何の君に読む物語って何かっていうと、あれこれネタバレかもちょっとやめときます。あの見てください。これネタバレかもわからん。予告編とかには出てないのか。ただの恋愛ドラマっていうその1レイヤーだったら僕は紹介しないので、そのまあそれだけじゃないよっていうことです。ちなみに今気づいた、キャストライアン・ゴズリングなんですね。今気づいた。はい、バックトゥザフューチャー、もうこれはもうあの1だけは取り上げてますけど、1、2、3全部好きです。もうバックトゥザフューチャーで育ちました。あのもう説明不要だと思うんで、あのもう説明はしないですけど、どれぐらい好きかというと、まあ、僕スニーカー好きでもなんか割とその取材とか受けたりなんかありがたいことにしてもらってるんですけど、あのスニーカー好きっていう定評をいただいてるんですが、そもそもスニーカーにハマったのはバックトゥザフューチャーきっかけなんですよ。バックトゥザフューチャーであのマイケル・ジェイ・フォックスがナイキのスニーカー履いてて超かっけえと思ったのが最初なんで、あの割となんか僕が好きなもののそのオリジンっていう感じがするんで、そのそれぐらいもうなんだろうな、好きとか嫌いとかじゃなくてもうなんか血肉になっちゃったっていう感じ、うん、はい、パルプフィクション、クエンティン・タランティーノ監督で、まあ全部っていうか、まあ、あらかた好きなんですけど、まあ、監督の中で1本選ぶとしたら、まあ、パルプフィクションかなっていう感じですね。時系列、しっちゃかめっちゃかで、最後、つながるのかつながってないのか、何だったんだろう、みたいなさ、映画じゃないですか。映画なんですよ。あの感じが好きすぎて、あの、左引きのエレンも、時系列ごっちゃごっちゃ、みたいな、いろんなキャラクター、チコチみたいなのをやってるんですけど、まああれは何なのかって言ったら、パルプフィクションが好きだっていう感じですね。
なんかね、死ぬほどかっこいいですよね。本当にバカみたいにかっこいいから、ちょっとまあ見てない人はいないと思うんですけど、多分ほとんどの人はなんかだいぶ昔に見たなっていう人が多分多いと思うんで、今見直してみてください。僕も年に1回は見直すんですけど、いつ見てもバカみたいにかっこいいんで、最高です。はいはい、ということで、以上14本かな。ちょっとダークナイトを端折りました。ダークナイトも大好きなんですけど、まああのあれね、ノーラン監督で2本あげるのもどうかなと思って、まあ14本でいいかなっていう感じで上げさせていただきました。まあ正直なんかもう 4.5 以上つけた作品にそんなに大きな差はなくて、なんかこの映画が自分らしいというか自分のチョイスっぽいなっていうのを選んでるだけなんで、 4.5 と5はなんか面白さには全く差はないんですけど、まあ思い入れの差という感じで思っておいてもらえると、はい。いやー本当に映画って本当にいいっすよね。映画大好き。なんか今ねネットフリとかアマプラとかで映画見放題だから本当にいい世の中になりましたよね。もうツタヤで延滞料金に苦しめられてた頃が懐かしいですよ。延滞しまくってたからな。まあちょっとね最近なかなかまとまった時間取れないと映画ってなかなか見づらいものだと思うんですけど、なんかだし、その映画多すぎてどれ見ていいかわかんないよっていう人多くて、ちょっと映画と距離生まれちゃったみたいな人って多分いると思うんですよ。僕も一時そうだったんで、子供生まれた直後とかね、映画全然見れない期間とかあったんで、なんかまあちょっとね、おごりですけど、そのこの動画きっかけで、あ、じゃあこの映画見てみようと思っていただけて、なんか一人でも映画を見るきっかけになってくれたらめちゃくちゃ嬉しいなと思って、ます。まあ映画 2,3 本分ぐらい時間かけて撮影したんですけど、まあなるべくコンパクトになっていることを祈ります。はい、ちょっとトークイベント3連発したぐらい喋った。まあ今ピックアップした映画でなんか、あ、こういう感じが好きなのねカッピーはってなんとなく伝わったかなと思うんで、もしよかったらコメント欄にこれ見たっていうなんかおすすめ映画あったら、書き込みお願いします。では、チャンネル登録グッドボタンなどよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。映画見てください。